今日の日付はですね、2017年5月の23日、21日がバースデーで23歳の誕生日になりました。皆さんお祝いありがとうございました。でですね、次の日、ちょっと、バースデーで24時間配信ですごい疲れたんで、スパーリングとかで、ちょっと昨日はお休みをいただいてました。おはようございます、皆さん。ゆっくり休ませていただきました。でですね、ビッグニュースが舞い込みましたので、ちょっと告知じゃないですけど、宣伝をさせていただきたくて、放送の枠を開かせていただきました。ですね、まあ知らない人、放送好きな人だったら知らない人はいないと思うんですけれども、うなちゃんまん、知ってるよねみんな大丈夫だよね。うなちゃんまんが、なんと捨て頃に、参戦が決まりました。ちゃんまん、ですね、ちゃんまんが参戦決まりました。いや、ちょいちょいね、様子は伺っていて、誰がこの役を買うかっていう状態だったんですよ、もう。正直、みんなちゃんまん呼びたいし、みんなちゃんまん出てくれよっていう気持ちだったんですよ。ベンドさんとも何回もちゃんまん来ないかなって打ち合わせをしてたんですけど、誰がこの役を買うか、どのタイミングで言うかっていう話だったんですけど、まさかね、まさか、ちょっとね、意外な役回りで、まさか、ちょっと言ってみたはいいけど、このタイミングしかないなと思ってもう日付がなかったから、みんなね、ジャブ入れてたん、誰がね、誘ったら来てくれるかって、まさか自分がね、その役回りになると思ってなかったんで、嬉しいっすね。で、試合後に一緒に飲もうって言われたんで、ほんと泣きそうですね、僕は。なんでかっていうと、僕はですね、うなちゃんまんきっかけで実は放送を始めたんですよ。この世界に入ったのが僕、うなちゃんまんの動画を見てから、YouTube で。ちょっと、衝撃的ですね。可愛がっていただいてます。本当に。あ、今、ベンゾさんからも連絡来ました。OK! 完了って来ました。いやタイミングどうね。あとは、ベンゾさんが多分、うまく、舞台を、最高の舞台を用意してくれるのがベンゾさんだと思うんで、あとはベンゾさんにお任せして、僕は試合に集中しながら、最後、いい酒が飲めるように、ね、つまらない酒になったら嫌だから、勝てるようにまた頑張ります。そしたらね、なんか、盛り上がると思う。モノマネ？おい、俺がよ、なあ、捨て頃でよ、マイクパフォーマンスしたらよ、なあ、神回確定だよ、バカ野郎。いや、ベンゾもよ、ほんとはよ、タイミング誘っ、おい、伺ってたんだろ。まったくよ、おい、マイクできんだろ。やってやるよ、この野郎。まあ、こんな感じでした。はい。いやー、最高です。最高だね。ちゃんまんが来てくれたらね。いやー、嬉しいね。捨て頃をね、チケット取ってた人は、すごいね、やっぱりレジェンドが来るっていうのは一番いいよね。生で見たいもんね。ほら、ちゃんまんも東京の人じゃないから、大阪にね、ずっと移動、ね、向こうに住んでるから、なかなか会えないんだよね。関東の人は。だから、関東、あ、いや、なんつうの、マイクパフォーマーとして、参加するんで。対戦相手、さすがに、いきなりのいきなりで戦わないよ。そう。情報拡散されてるの？さっきうなちゃんまんの枠で1300人か1400人ぐらいが見てたから、多分バーってツイッター広まってると思うから、拡散しちゃっていいですよ、全然。もう確定だって言ってたんで。さっき放送中にベンゾ太郎さんと電話してて、俺行くよって言ってたから。俺はね、正直ね、二日前ぐらいに行かないって言い出すと思う。二日か三日前ぐらいに、こういう、なんか行かないって、っていう流れになって、なんだかんだ言ってきてくれるっていう最高の盛り上げ方をしてくれると思う。正直言うと、行かないっていう話は絶対どっかで出ると思う。似てる。でも俺は、ちゃんまんは絶対、最終的になんだかんだ来る人だよ。配信的に盛り上げるために来ないとかはある、
と思うけど、来るよ、絶対。うん、そうですね、接待しないとね、やばいよ。ちゃんまんが、ワド二人で飲もうぜって言ってくれたから、ね、お店とかは決めなくていいって、プラッとどっか入ろうって言ってたけど、さすがに参上の時とかご馳走になってるから、今回は、自分がね、出さなきゃと思ってますね。うん。次枠で行かない。いや、多分、そんなことないと思うよ。うん。はい、遅刻しないようにします、小林武さん。いらっしゃい。3週間と4日前だから結構時間ある。5日前ぐらいにトラブル起きて。なんか、そんな感じがするけど、まあなんか楽しみだよね。行くっていう発言がもう、俺らとしてはさ、テンション上がるじゃん、やっぱり。やっぱりいろんな人が来た方が面白いんだよ。なんだ、事件が見たいわけじゃん、みんな。誰と誰の兼ね合いとかコラボとかが見たいわけですよ、配信者は。リスナーさんは。だからいろんな人が集まれば集まるほど事件が起きやすくなるから。面白いんで、やっぱり。最高の一日になりますね。うん。やっぱみんな便所さんが大好きなんだよ。見たいよね。ねえ。だってさ、金梅は飲み会ダメだぞっていうのは、振りでもあるわけだから。金ちゃんも飲もうねっていう挨拶みたいなもんじゃん、あれは配信者の。楽しくなると思うよ。いろんな人がいろんなコラボ、オフ会とかでもコラボがあるだろうし。うん。いやー楽しみだなー。もう少し早く佐野決まれば、また参加者増えて盛り上がった。いや、俺はね、このタイミングしかなかったと思う。最初からチャンマンは無理よ。ね、メンツ誰出んだよって話になって。やっぱりチャンマンクラスになると、絡んでこいつと面白くないってもう、名前でわかるんだよ。まあまあまあ、マニアさん、その可能性もあるかもしれないけど、まあ一応その、ね、行くっていう発言があったのが嬉しいっていうかさ、うん、気が乗ってもらえたわけじゃないですか。俺それだけでもすごい嬉しくて、可能性が急激にね、上がったから、うん。だからね、最初の方にちゃんまんをゲストでっていうのはね、すごい難しいの。やっぱり便所さんが頑張ってたりとか、ちゃんまんも放送で言ってたけど、練習頑張ってた方がでかいんだと思う。みんなが。みんなが本気でこのイベントやるんだって。ね、ちゃんまんってね、実はスポーツマンだから、スポーツやってる人とか、青春系の企画やってる人、なんだかんだ応援するっていう法則があるんですよ。だからほら、暗黒野球にもゲストで出てたでしょ。そう。あの人ね、スポーツマンなんですよ。配信者でもあるけど、スポーツマンだから、スポーツを本気でやってる人、実は大好きなんだよ。そこがでかかったと思う、俺は。だから実はね、ドレさんのトレーニング企画であったりとか、あと、その、みやびさんとかの合宿の、便所さんがやってたのあるじゃん。ああいうのがね、実はね、3万、あ、こいつら本気で頑張ってんなら応援してやろうかな、みたいな気分にさせたんじゃないかな、っていうか。うん。3万はね、気持ちよく汗流してる人好きなんだよ。今もなんかあれでしょ？ボルタリングかなんかやってるんだよね、佐野さんは。うん。俺が行くと全部食っちゃうから行かないって言ってたのに気が変わったんですね。いや、でも実際そうだと思うよ、やっぱり。3万の影響力それくらいあると思う。うん。あ、どうもどうも。いや、でもまだわかんないけどね。もしかしたらトラブルが起こっちゃって、やっぱ行けないわっていう可能性もあるから、いろんな可能性があるからさ。でもまあ、本人がね、シャンマン本人が便所さんに開けとくよって言ったのは、すごい俺は嬉しかったな。シャンマンの前で戦うのプレッシャーだけどね。うん。そうだよね。珍味団の人は取りたかったはずだよね。それはあるよね。うん。でもね、俺はこの可能性あると思ってたから、やっぱりなんでかっていうと、みんなやっぱシャンマンに来てほしいって絶対あるんだよ。配信者は。配信者は絶対あるの。だから、みんなアプローチかけてて、でも、ね、やっぱり、いつ、本当に来てもらえるか分かんないから、いつ誰がどのタイミングで声かけるかっていうのをさ、探ってる状態だから、俺は可能性はゼロじゃないと思ってたよ。便所さんもいるし、誰もいるし、ってみんないたから。楽勝な展開になると思うけど、容赦せずボコボコにできる非常。ボコボコの展開っていうよりも、チャンピオンは、素早いし、スタミナがあって、反射神経がめちゃめちゃいいんですよ。反射神経めちゃめちゃいいから、そんな油断できないですよ。そんなに油断できない。
あの、引っかき回されてスタミナ削られたりとかする可能性があるんですよ。だから僕は殺す気でやりますね。本当に。あの、試合見ててください。うん。ファンタスティックベイブさん。増員はあります。今現時点で、便所太郎さんが100枚手売りをのやつは2分で完売したんですよ。DM2 分で完売して、DM で発売しますって言って。で、その後の200席っていうのが、ローソンのチケットピアとか、あの、公式の場で売られたんですよ。200枚が。それが90分で完売して、で、スタッフとかの取り巻き全部スタッフ合わせると50人ぐらいだから、まず350人確定してるんですよ。で、確かね、立ち見席、当日の立ち見席が40席出るっていう話だったと思う。それは当日、もう朝から並ばないと多分無理だっていう噂ですね。あの、今の売れ方から考えると。いや、油断できないっすよ。全然。俺全然弱いんで。立ち見チケットで追加販売しないのだろうか。立ち見チケットは当日売りらしくて、並ばないと手に入らないっていう噂ですね。うん。ローズマンさんいらっしゃい。一本釣り一本釣りってわけじゃないっすよ。海鮮盛り合わせありがとう。ハッピーハッピーさんアイテムありがとう。接待代に使わせていただきます。うなちゃんマンの接待代に使わせていただきます。サンピンファイトマネー聞いてねって言ってたけど、ワドもやっぱり、いや聞いてますよ。もう便所さん発表したんでもう言えるんですけど、初コメありがとうございます、ユミネアさん。あ、当日30枚ね。ありがとう、情報。当日のチケットは40じゃなくて30みたいです。ナオツーさんいらっしゃい。ですね、ファイトマネーは今決まってるのだけ、もう公式に発表されてるのだけ言いますけど、解説者もダンサーも歌の人も出場選手も全員一律のギャラっていう形で出ます。それが3万円です。なので、今回はファイトマネーって言って勝ったらいくらっていうのはなかったんですよ。全員同じイベントのギャラで3万円固定です。これはもう確定だったの。ただ、最近になってスポンサーさんが現れたんですよ。便所さんのところに電話があって、試合を盛り上げたいから、勝った方にだけ賞金を出したいと。で、便所さんが、ありがとうございますっていうことで、その各選手1試合やるんだけど、勝った方に賞金が出ることになりました。ただ、その賞金の金額っていうのは決まってません、まだ。なので、3万円プラス、勝ったら賞金が出るっていう風に。俺は多分1万円ぐらい出るのかなーなんて思って期待してます。だから4万円ぐらい出るんじゃないの？勝ったら。で、試合が8試合あるんだけど、その中の MVP にさらに賞金出すみたいです。MVP。そう、一番いい試合した人。うん。いや、便所さんはね、リスク相当背負ってますよ。例えば、新キュバファーストリングってあれ、借りてるのが多分70万、80万ぐらいかかるんですよ。で、70万、80万のリスク背負ってて、で、50人ぐらい関係者が3万円払うとしたら、150万飛ぶでしょ？だから200？この時点でいくら？ 220 万。まあまあ、相当なリスク背負ってるんで、正直ね、便所さんがね、今回手元に残るの10万円いかないと思いますよ。正直。うん。だから物販で稼ごうっていう話で、みんな打ち合わせしますね。それぞれ物販出して、それでお小遣い稼ごうみたいな。ちょっと苦しいけど第一回だから、頼むよっていう感じですね。うん。いや、若ちゃんいらっしゃい。MVP 取りたいね。うん。MVP 取りたいね。見るわ、ダツ。うん。ちなみにみんな試合来るのかな？どうなんだろう。皆さん、お会いできるの楽しみにしてます。うん。どうも。この音楽いいよね。まったりしてね。いやー、すごい展開になったな。うん。ちゃんまに会えるのが嬉しいよね。単純に。なんか、みんなもそうだと思うけど、ちゃんまを見たいんだよ、生で。で、あの人のすごいところって、キャラクターを作るタイプじゃなくて、裏と表が全くない人で、もう本当にプライベートであんな感じだから、すごいよ。佐野は佐野だねーっていう。本当にびっくりすんの。プライベートでカメラ回ってないのにあんな感じで、すごい面白いのよ。で、なんつうんだろう、人が集まってくる人だから、すごいよ、やっぱり、生で見ると。なんかね、レジェンドだなって感じがあって。そうそう、金じゃないよ。やっぱり、正直俺らみたいなさ、中堅どころみたいなのはさ、もっと大手になりたいわけですよ。もっと閲覧欲しいし、もっとフォロワーさん増やしていってさ、ねえ、チヤホヤされたいから売名したいんだよ、正直言うと。俺は売名したいのよ。だから売名するときにさ、本気で殴ってさ、本気で顔ぐちゃぐちゃになってもいいから、
本気でいい試合したら、もしかしたらさ、ワード頑張ったなってフォローしてやるよって言われるかもしれないじゃん。それにかけてるんだよね。配信で食ってきたいから、俺、この先もずっと。だから、俺が体張ってさ、みんなが喜んでもらえるなら、そういう企画は積極的に出たいし、俺は便所さんからチャンスをもらったと思ってるよ。あのね、3万円だと練習代とかグローブ代とか選手的にはマイナスなんだけど、個別で支援は OK っていうことで、僕、例えばユニフォームであったり、グローブであったりとか、例えばその、現金を振り込んでいただいて、結構な額ですよ。現金を振り込んでいただいて、グローブとかスネアタとか、全部道具を買わせていただいて、あとプロテインとか、いろんなものに使わせていただきました。あとね、ユニフォームも上着だけ、買ってもらったんですよ。見ます？試合のユニフォーム。あ、もしよかったらフォローしてください。試合当日も頑張るので。つまらなくなったらフォロー解除していいからさ、もしよかったら、フォローして可愛がってもらえると嬉しいです。その相手に本気を出すのが、俺、ちゃんまん戦わないよ。なんで俺がちゃんまん戦うのよ。戦わない、戦わない、タカさん。おいっすー、正義の味方いらっしゃい。これが、僕のですね、ユニフォームです。これが表ね。長袖なんだけど、ちょっとね、エヴァンゲリオンっぽいっていうか、これ気に入って、これ結構いい値段するんだよ。ちょっとね、まだ下トランクス履こうか何しようか、下がね、お金がなくて買えてないんだけど、ちょっと下もなんかスパッツかなんか、で、もしよかったら試合のトランクスとか、買えたら買います。まあ、ジャージでもいいと思ってるんで。一応、上のユニフォームが、ピタッとしてるやつね、なんつうんだろう、なんつうんだ、こういうボディースーツっていうの。伸縮性と発汗性があるやつ。これで僕は戦います。リスナーさんからのご支援で。ちょっと目立つと思うよ。リングの上でね、黒とかだと目立たないから。暴走モードって感じだよ。暴走モードって感じだね。本当に。佐野さんがリングに上がるような噂になってる気がする。ネットだとね、そういう情報、デマの情報拡散されるの早いからね。和道っぽい。下も同じのにすればよかったね。これ上下があったんだけど、下も切るとすごいもうなんか、すごいんだよ。下が1万円しないぐらいかな。佐野さんはマイクパフォーマーとして、多分さ、参加すると思いますね。マイクパフォーマー。まあ、そこを決めるのは便所さんだから、便所さんの枠も、期待してみると面白いんじゃない？今後、チャンマンの枠どういう立ち位置で出んの？みたいな。まあ盛り上がってきましたよね。だいぶ。上下揃えたらめちゃめちゃダサいんだよ、これ。上着はちょっとかっこいいの、これ。上は正直かっこいいのよ。和道っぽいって感じだけど、上下でこれ着ると、上下も足までの全身タイツだから、やばいぞ。これ全部で全身タイツ爆笑してよ。合わせてみたけど。さすがに下は黒がいいなっつって買わなかったの。これで上下は爆笑するよ。これで上下は。下もこの同じ柄なの。いやー、ちゃんまんが行かないって言ったら俺フルボッコだろ。もっこりだしね。ちゃまじろういらっしゃい。ラッシュって言うのかな？これラッシュって言うんだ。セボロきっかけで和道さん。あ、そうだったんだ、ユミニャ。皆さん、ですね、改めてわからない人もいると思うんで、ちょっとだけ解説をさせてください。ステゴロというのではですね、配信者格闘技祭といってですね、便所太郎さん、ツイキャスとふわっちで活動してる、踊る便所太郎さんが主催しています。踊る便所太郎フェスボリューム1、ステゴロ、インターネット配信者格闘技祭、右上の方にですね、11のタイマンバトル、包丁なしと、左上ですね、バールなし、ピッケルなし、チェーンソーなし、リングの上で白黒つけてもらいましょうかっていうことで、それぞれキックボクシングであったり、ボクシングであったり、柔道であったり、それぞれの選手が1対1で3分3ラウンドで戦います。6月の10日、新木場ファーストリング、18時から会場19時開演となってます。僕は第2試合に出ます。相手はですね、テルチャンピンという、フワッチの配信者と戦います。僕の、左隣に映ってるのがテレチャンピンです。
でですね、ゲストなんですけれども、解説に石川のりゆき、ダンスで桃七、歌でナーボー。で、ナーボーはね、柔道対決でパルパルとも戦います。第7試合かな？わかんないけど。で、新八丁が歌います。リオちゃんも歌います。ラウンドガールにララピルルピ。TJ さんも解説で回ります。こんな感じですね。試合のメンツ。ベンジョ太郎さんも含め、ポンスケさん、ヒカルくん、ワド、テルチャンピン、サトミさん、ズキティさん、ミヤビさん、ドレさん、パルパル、キンバエさん、セブンさん。これがメンツになってます。で、今日、なんと緊急でですね、なんだっけ。緊急でいろいろ、香川さんがセコンドで参加するとかいろいろ、情報が流れたり、今日はなんとレジェンドのね、うなちゃんマンが行こうかなって、はい、なってますんで、皆さん楽しみにしていてください。さとみさん出る。さとみさんは相撲で出ますね。140キロかな？ズキティさんが。うん。ピッケルなしは伝えてなかったな、ちゃんとな。うん。鮫島さんどうなんだろうね。わかんない。もう、カズマさんが連絡来ると思うよ。来るんだったら。うん。鮫島さんから連絡電話来ると思う。もし来るんだったらね。うん。そうそう、ピッチピチのスーツ、ボディースーツみたいなやつね。サーファーみたいになるやつ。これは。だから下もパンツ、ピッチピチの長袖のやつだね。これは。うん。マウスピース歯医者で作ると2万円ぐらいかかるんで、僕は500円でマウスピース買って自分で歯型取って自分でやりました。相撲が危ないですよね、ちょっと。相撲危ないんだよね。ズキティ164キロ。やば。サトミさん痩せちゃったから怪我する可能性あると思うんだけど。ちょっと危ないね。うん。コウヤとはね、殴り合いしました。コウヤから次の日連絡が来て、殴り合いをしましたよ。で、リングの上で拳で語り合いたいって言ったからいいぞ、つって。見る？荒野との殴り合い、うん。もしよかったら、YouTube に動画を載せてるから、最後、荒野と俺が殴り合うから、ちょっと今 URL 貼るね。URL 貼る。荒野と、練習の風景はここで見れます。URL 貼ります。ドレさんとヒカルくんとか、キンバエさんとヒカルくんとか、俺とキンバエさんとか、俺と荒野の戦いは、この URL で見れるので、チャンネル登録しておいてください。この URL チャンネル登録しておけば、今度ね、捨て頃の楽屋？楽屋は放送されないから、楽屋も動画で録画しておくから、ここで放送しますんで。YouTube チャンネル登録だけお願いします。続々ね、裏側の、舞台裏の放送をやるんで、ここで、YouTube では。よろしくお願いします。うん、お願いします。え？スネル？スネル？早くね？え、ちょっと待って、まだ30分も経ってないんだけど、早くねえか。あ、たつき雑談さん、どうもどうも。うん。もしよかったら、YouTube、いろいろ動画。全部ね、天才 OK にしてるんで、僕の YouTube は。え、もう、早くない？早すぎない？マジで？ツイキャス？早っ！マジで言ってんの？え、ちょっと待って、早いって、ちゃんま。もうちょい引っ張ろうよ。ちょっと早いんだけど。嘘でしょ？本気で言ってんの？マジで言ってんの？ちょっとさぁ。最近のさ、若いリスナー、空気読めなさ加減がすごいよ。マジかよ。早すぎるって。早っ！嘘だろ。音声切って俺も見るわ。買い物行ってらっしゃい。いくらなんでも早すぎるだろ。マジで言ってんの？本当だ。うわぁ、マジか。マジか。こういう流れになっちゃったんだ。いや、出るって言ったのよ。さっき。30分前、ふわっちの枠で。うん。あはは、オフラインになっちゃったよ。
え、放送終わっちゃったじゃん。ちょっとマジかよ。マジかよ、この流れ。すげえな。ああ。せっかく俺らが苦労して、レジェンドをさ、レジェンドをやっとできたのに、アンチ、アンチが潰しちゃったよ、もう。登録ありがとう。うん、YouTube ね、捨て頃の楽屋裏とかいろんな舞台裏の話、ここで載せるから。ああ、ババ引いた、俺。ああ、俺ババ引いた？もしかして。マジかよ。マジかよ。レンジョさん、ちょっと、なんでこんな流れになっちゃうの？どうして？フルボッコにされる。なんか俺が悪いみたいになるじゃん。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。誰か、あれだよ、ザオリク使えるやついないの？この中に。これ、ベホマじゃ無理だぞ。ホイミとかベホイミで治るレベルじゃないよ。これ、ザオリク使えるやついないの誰か、うん。俺、プロレスラーじゃないよ。配信者。あ、ワイヤデさんいらっしゃい。うん、俺はあれですよ。新宿です。東京ですよ。うん。うん、合宿中だからケアまではできねえぜ。了解です。頑張ります。うん。メンドさんの金田スポンサーさんがなんて言うか。まあ、そこもでかいよね。そこもでかいけど、そこはもうベンジョさんの腕だから、そこはベンジョさんしかできないポジショニングだから、俺、ほら、スポンサーさん知り合い、ね、直接イベンターじゃないからできないんだよね。マジかよ。すごい流れだな。ピンキーさん、アイテムありがとう。なんで俺、チャンマンのね、スカイプ知らない、LINE 消えちゃったんだよ。前知ってたんだけど。でもね、あんまりね、チャンマンチャンマンって言わない方がいいと思う。うん。あー、アイテムラッシュありがとう。うん。あー、そっかそっか。出演者じゃないですもんね。確かに確かに。だからまあ、そっと見守ろうよ。やめよう。なんか、いじるのやめよう、みんなで。俺から電話するんじゃなくて、チャンマンから電話かかってきたら俺出るから。ワド、やっぱ行かねえわ、とか、ね、あれだったら電話するから。うん。うん。あ、かげちゃんいらっしゃい。どうもです。みんなありがとう。うん。バガありがとう、ゆで卵さん。ありがとう、アイテム。ありがとう。すげえな、瞬間でこんな2点、3点する。さすがだな、ちゃんま。まあね。うん。お、ヒロ君いらっしゃい。お疲れっす。俺、ちゃんまんいないと盛り上がんねえよ。ちゃんまんみんな見たいよね。みんな見たいよね。みんな見たくない？おう。引きずり出したらすぐ引きずり下ろされたとかやめて。うん。俺は見たいよ、ちゃんまん。正直。行くって、うん。いや、行くって言ってたんだけど、なんかツイキャスで今度、なんか、どうのこうのって今流れたからさ。うん。なんか多いよね。ドナルド・トランプも多かったんだよね。右翼とか多すぎるんだって。ね、見たいよね、みんなね。普通に。そりゃね、みんな見たいんだよ。見たいから、言ってるんだよ。うん。他の配信者ドン引き？いや、俺は別にドン引きじゃないけど。まあね、いろんな配信者いるからね。でもあれだよ、選手としてじゃないよ。マイクパフォーマーとしてちょっとね、スペシャルゲストで出るって感じだから。邪魔にならないじゃん。シャムキャス始まった？オッケー、見に行く。みんなで監視しようぜ。俺が責任取るの？ちょっと待ってよ。俺そんな重いの？ほのかさん。俺責任重大すぎるでしょ。そのさ、選手としてのプレッシャーでも胃が痛いのにさ、ちょっと勘弁してよ。うん。うん。和道がビシッとしねえから行かねえって。俺、ちゃんまにそれ言われたらフルボッコにされっかんで、ね。あいつはよ、おい、和道がよ、あいつよ、調子乗ってんな、俺の名前でよ。おい、
あいつ寝坊すっから俺行かねえわ。ああ。あいつは、三者の時によ、寝坊したからよ。俺行かねえわ。ああ。また同じ結果になってよ。俺ぶん殴っちまうからよ。行かねえよ。っていうパターンでしょ。このパターンでしょ。多分ね、ボンバーさんが言ったのは、まんまこのパターンを言ってるんだと思うよ。完コピすると、うん。俺はでもそんなことないと思うよ。そんなことないと思う。うん、そうそう、俺、シャンマン大好きなの。モノマネのクオリティ上がった？違うんだよ。このモノマネがやりたくて、機材1万いくら、1万6千円くらいする、この機材買ったから。このボタンを押すと、このボタンを押すと、ちゃんまんが できるの。やってみようか。おい、俺がよ、捨て頃によ、行くとよ、神会だから。ああ。で、ほら、このランプがつくと、ちゃんまんになるから。すごいでしょ？ヤマハが発売してるの。いやー、これはね、なんか嫌な流れだね。キャス敵が多いね。キャス。ツイキャス敵が多いよ。うん、ふわっちはね、なんか良かったのに、ふわっちの時の流れは。イボジじゃねえわ、俺。切れ字だわ。え、終わっちゃったよ。終わっちゃった。うん、おなんだろう。今回は本当の終わり？短くねえか？ちょっと。ちょっと短くねえか。なんかゲルゲンもコメント打ってるしね。サメ島さんが来たいって言ったら俺、便所さんに全然電話して言うよ。なんかどうにかなんないっすかって。うん。だからサメ島さんがどうかだから。サメ島さん全然、ね、行くっつったら多分連絡。まあ、便所さんに直接言うんじゃないの？サメ島さんの場合。つながりあるから、便所さんに。俺経由しなくて全然いいでしょ。あ、電波の調子悪いんだ。なんだろうね。なんか終わってたね、いつの間にかね。パッと終わっちゃったみたい。うん、ゲルゲ偽物、あ、偽物だったんだ。まあ、本物打たねえよな、このタイミングで。偽ゲルゲだ。偽ゲルゲってなんかすごいね。語呂がいいね。偽ゲルゲ。これ2日前に買ったパンだけど食えるかな？もういけるでしょ。大丈夫。うん。荒野なんか連れて行かねえよ。まだ早い。なんで荒野連れてくんだよ、俺が。ヒカルくんに言えよ。ねえ、おいちゃん来たらね、みんな嬉しいよね。みんなハッピーだよ。うん、いや、俺はちゃんまん来たら俺はテンション上がるぜ。俺はちゃんまんの前で戦いたいよ。ファールカップって言って金的とマウスピースは自分で用意して、グローブとユニフォームと、あ、じゃあ、ユニフォームを自分で用意するのね。で、肘当てとかグローブとか、レガースって言ってスネ当てとかは、全部会場が用意します。買ったけどね。買ったけど。いや、レジェンドだよ。ちょっと、ね。ここは見たいでしょ。だってさ、チケット金払ってる人からしたらさ、配信者が増えるのはいいことじゃん。つけもんさんいらっしゃい。面白かったらフォローしてください。結構お金かかるけど、でもね、俺はありがたいことにリスナーさんから、道具とか、プロテインとか買ってもらってるから、なんとか、よくしてもらってますよ。何不自由なく。格闘技歴はもともとゼロです、僕は。だから、3ヶ月前、試合極まってから運動し始めて、スポーツももともとやったことない。漬物、あんまり好きじゃない。食べますけど。うん。いや、ちゃんまんが、
30分前のフラッチで、捨て頃、ね、マイクパフォーマーで出演決まったんだけど、ツイキャスで告知するって言ったら、ツイキャスでアンチがフルボッコにして、っていう、なんか最悪な流れ。空気読めない流れになった。うん、これからどうだろう？どう思う？みんな。俺もちょっと迷ってんだよ。試合が終わった後格闘技続けるかどうか。俺は正直、便所さんが第2回ワドをやるから来いよって一言あったら、続けるよ。第2回もっといいパフォーマンスしたいから。1年練習できるから。でもさ、次呼ばれないんだったら、それだったら時間の無駄だから他のことやった方がいいよ。うん。格闘技配信はイベントの時だけやりたい。メロンパンで、ここにメープルシロップが、汁だくなの、中。これすげえうまいの。うん。サンマフさんか？うん。あ、ベジノさんは年一でやるって言ってたよ。年一回、捨て頃は毎回イベントやるって言ってたから、もう看板イベントになると思う。ただ、俺が呼ばれるかどうかよ。うん。お、ドジマの犬いらっしゃい。これうまいんだよ、うん、俺はプロの格闘家じゃないから、うん、ただの素人だから、うん、もし俺の練習風景とかを見たい人は3倍目ヒカルくんとか金梅さんとか荒野とかの戦い下のチャンネル登録の URL YouTube だから俺のそこに動画があるから見てみて、うんで、チャンネル登録しておけば、捨て頃の楽屋裏とかも全部放送するから。うん。うまい。続けた方がいいのかな？うん。香川さん、うん？いや、香川さんが出るから俺も出るって流れじゃなかったよ。うん。違う違う。普通に、ベンゾさんになんか、ね、たまには、なんかこう、盛り上げてやんねえと、みたいな。うん。ありがとう、ジャマジロ。チャンネル登録ありがとう。うん。でも、格闘技は好きだけどよ、やっぱり。やってみて好きになった。うん。来ないかな、タデヤンさん。うん。来てほしいな、俺は。俺さ、4年前に放送始めたんだけど、4年前にうなちゃんマンの動画見て、配信者になったのよ。うなちゃんマンの情熱大陸っていう動画があるんだけど。だからね、やっぱりね、3万の前で戦うってなったら、俺、なんか4年間の思いがあるから、うん、3万のおかげでこの世界入ったっていうのがあるからさ。うん。どうなんだろうな、リスナーさん的には、やっぱ、金払ってる人からしたら、俺客だったらジャンマン見たいっていうのはあるけど、まあ人によってはね、俺嫌いだからっていう人もいるかもしれないけどさ、俺は嬉しいよ、普通に。うん、なんか、噛みついて、俺がジャンマンに噛みついちゃったりして、粗相をしたり、ジャンマンに怒られたり、喧嘩したり。でも、三社祭りの時にすごい可愛がっていただけて、まあなんかいろいろありましたね。うん。面白いよね、情熱大陸。うん。あ、なんかね、ほのかさんね、さっき便所さんがコメント書いてたけど、選手以外だったらなんとかなるって言ってた。出場選手に関しては、すごい、やっぱスポンサーさんとの兼ね合いがすごい大変なんだけど、花火ありがとう！花火ありがとうございます、匿名さん。うん。だけど、歌とか踊りとか、マイクパフォーマンスとか、1分とかの尺じゃん。だからそこはゲストとして呼べるみたいよ。便所さんの権限で。うん。ああ、そっかそっかそっか。なるほどなるほど。花火2発目ありがとう、匿名さん。ありがとう。そういうことか。ゲストっていう扱いってことか。セコンドとかだったらね、選手の権限で決められるもんね。マイクパフォーマンスだ。うん。楽しみだよね。
すっげえ楽しみだよ、俺。あ、そうだ、プロテイン飲まないと。ゆいがさん、実は、ここだけの話だよ。絶対漏らさないでほしいんだけど、ドレさんとの練習で、俺、ゆいがさんに来てくださいって連絡したの。そしたら、俺、ゆいがさんの LINE 知ってるから、みんなに、ドレさんにも秘密で、ドレさんの練習なのに、ゆいがさんを呼んだの。長文で。いつも不手際な、なんとかかんとかすいません、みたいな。で、そしたら、ゆいがさんからパッて夜 LINE 来たら、悪いな、行かねえよ、って来たの。で、そうだったんですか、残念です、って来たら、うん、日曜日はよ、野球のよ、練習があんだよ、悪いな、ワド、って言われた。野球。ドレさんとの練習って、日曜日にやってるんだよ。そしたら、野球の練習があるから来れないって。残念だった、うん、でもね、日付が違ったら多分解説しに来てくれんじゃないかなとか、うん、ゆいかさんもいい人だよ、うん、ゆいかさんめっちゃいい人だよ、うんうん、まあまあ野球大好きだからさ、ゆいかさんはまあ、チームの監督だしね。ピギラさんいらっしゃい。ちょっと俺、プロテイン飲みたいから待ってて。プロテイン作ってくる。ただいま。ゆいがさん全然いい人だよね、プライベートでね。やっぱプロテイン飲むと変わるね。筋肉量がすごい増えてる。体重計乗ったら。あ、本当に対戦枠であの日野球終わったらワドンとこ行こうかなって言ってた。全員ぶっ飛ばしてやろうかって。あ、本当に？また誘ってみようかな。ねえ、ゆいがさん腰低いよね。すごい。
礼儀正しい人だよ。え、また誘っ、あ、ダメだ。次の日曜日の方は弁当太郎さん来るんだ。さすがにダメだわ。礼儀さん誘いたいけど、次の、練習は弁当太郎さんも来ていただけるっていうことだから、さすがにないでしょ。それは。弁当さんがね、いないから、ゆいがさん、ちょっとこっそり呼んで枠盛り上げようと思ったんだけど、無理無理無理。弁当さんがゲストに来るから、次の練習は。だから、対戦との絡みはちょっとなくなっちゃったね、可能性的に。みかんさんいらっしゃい。あ、そうだったんだ、カルシウム。教えてくれてありがとう。修復不可能っていうか、それは俺が出しゃばることじゃないと思ってて、さすがにそれは KY すぎるでしょ。弁当太郎さんっていうイベンターがいて、で、経営の中のゆいがさんがいて、お互いゲストで呼びますっていうのは失礼な行為じゃん。それは俺が出しゃばりすぎなの。例えば、そう、俺とドレさんで、まだゲストが決まってない時に、俺がちょっかい出すぐらいだったら、まだドレさん面白いじゃんって言ってくれたんだけど、ね、ゆいがさん来たら面白いじゃん、盛り上がるじゃんってなるけど、ちょっとね、喧嘩してる中を呼ぶのは、ちょっと、マナー違反だよ。俺がやっちゃうの。弁当さんがそれで面白いって言うんだったら別だけどさ。そう、大手の配信に出しゃばることになるから、俺はそれはできない。でも、ゆいがさんに練習見てもらいたかったな。わどよ。わどよ。お前よ、脇がよ、脇が甘いんだよ。な、キャンピングとかはよ、お前ガードが下がってるからよ、お前、脇を締めてガードを上げてよ、お前こうやって打つんだよって、やってもらいたかったね。そういう面白い枠を期待してたんだけど。んー、どうだろうね。まあ、俺はイベントが盛り上がれば何でもいいと思ってるから、それぞれね、話題になってるわけだし、みんな名前出し合ってさ、ディスり合ったりとか、練習頑張ったりしてるから、俺別にゆいがさん嫌いじゃないし、うん。おい、おかえり、ミュール。KP、プロテインいただきます、KP。え、嘘？ゲルゲも来んの？マジで言ってんの？ゲルゲはどの面下げてくんの？ゲルゲいらない。俺はね、ちょっとね、香川さんとの当てつけみたいな放送はあんまり嫌なんだよね。ゲルゲの。うん、俺はあれは正直ないなと思って、うん、ちょっとやだ、なんかやじゃない？何年も一緒に住んでた女がさ、ね、他の配信者となんかいちゃこらこいてたらやだよね、うん、まあもうくっついてんでしょ多分、裏でやれよって感じだよね。だって香川さんがネタに使ってるだけじゃん。ちょっとやだよ、うん、敵にすり寄るスタイル。いやいやいや、結局ね、敵を作ったり味方を作ったり、なんつーの、うまいんだよ。いいじゃん。だって、そういう役ができるのってもう一人しかいないもん。昔はいっぱいいたけどさ。あ、付き合うことはないって言ってんだ。
でも俺ゲルゲ香川さんに惚れてると思うよ。うん、俺は正直惚れてると思う。女の目してるもん。女の目がわかる。いやもうねえ、だって声がなんか違うもん。なんか猫かぶってるじゃないけど、好きな男の前で出す声だもん。メモメス声だよね。メスの声惚れてるよね、あれ完全に。で香川さんは正直それを分かってて利用してる感じがする。香川さんねモテるよ。うん、だけどその俺が嫌なのが、その明らかに香川さんがネタに使っててゲルゲのこともで、ちゃんまんへの当てつけをやってるじゃん、うん、俺童貞じゃねえよ、俺スーパーテクニシャンだよ、うん、俺さ、そうセックスしたんだよ。そしたらさ、また新しい名言出たよ。俺とセックスする女って必ず分かんないっていうの、分かんないってあえぐの、気持ちよすぎて。でね、あと言われたのがね、あとなんだろうな、ごめんなさいとか言われるのよ。ごめんなさいとかわかんない。ってよく言われるんだけど、新しい言葉出てきたよ。昨日セックスしたら。助けてって言われたからね。俺セックスの最中に助けてってあえがれたから、助けちゃった。うん。すごくない？言われたことある？セックスの最中に助けてって言われたんだよ。俺しかいないんだけどなって。俺がいじめてんのかな？どうしようと思ったよ。うん。いや、入ってるかどうかわかんないじゃんよ。うん。助けて。助けてって言われたからね。助けてはやばいでしょ。うん。また新しい記録出したからな。言われたことないんだよ、テクニックない男は。うん。クンニマシーンだよ、俺。スーパークンニマシーンだから。助けてって言って何にしてあげたの？ここじゃ言えねえよ。バカ。放送回ってる時に言えるわけねえだろ、そんなこと。言えねえよ。言えない言えない。とても言える内容じゃない。うん。何でもしますって言われなかったのか。だって俺何でもしてくれるもん。うん、それ基本だから。気持ち悪い。気持ち悪いな。いい年したおっさんがな。うんうん、おい、いらっしゃい。深津さんいらっしゃい。うん、マグロじゃねえから。おなん、ふかしじゃない、ふかしじゃない。うん。ありがとうございましたって言われる。なんか重いわ。うん、俺、セックスした後、女喋れなくなるからね。事後は。彼女いないっすよ。うん。え？何？何にしょんべん？墓にしょんべん。プロテインはね、大豆が入ってんのよ、簡単に言う。大豆っていうか、タンパク質が入ってね。うん。いや、動いてなくてもプロテインは効くよ。動いてなくてもプロテインは効くよ。うん。食事の時にミックスするのが一番いいんだよ。うん。そう、言ってたら言葉は届かないから。そう。俺は2種類のプロテイン混ぜてんのね。花火ありがとう。ペニーさん花火ありがとう。売名？売名したいの？俺で？俺で売名したいの？ペニーさんが？うん、花火くれたしな。突、電話でちょっと話します？3分。
か5分ぐらい。3分か5分ぐらいちょっと話しますか。もしよかったら僕の LINE、プロフィールページに僕の LINE が書いてあるんで、先にメッセージください。ペニーですって。ふわっちのペニーですって。メッセージ飛んだら許可を押すんで、許可を押したら電話かけられるんで、メッセージ先にください。今。全然売名じゃ、ね、せっかく花火いただいたんで、どんな配信者なのかちょっと聞いてみましょう、みんなで。プロテイン太るよね。運動しないと太っちゃう。ちゃんまはね、出るのかな？出るって言ったんだけど、ツイキャスでフルボッコにされたみたい。俺はツイキャスあんま見れてないんだけど。まあ出ると思ってるけど。メンドさんに出るって言ってたから。そう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 。要はね、筋肉の線が切れるじゃん。それを回復するときに太くなるんだけど、それの回復するときの材料がタンパク質なんだよ。だから線が切れてないと、その、超回復が起こんないから、ただエネルギーがね、カロリー高いの飲んでるだけだから。でも運動をしてれば切れるから、今切れてるのね、太ももの筋肉とかが。だから、回復にはなると思うよ。いや、さっきね、ふわっちの枠で出るって宣言して、メンドさんに電話して、開けとくって言ってたよ。うん、時間何時だっつって。出るよって。うん。それは多分ね、ツイッターとかでエゴサーチすると多分いろいろ出てくるし、俺のツイッター見たら、情報載ってるから見てみて。で、みんなリツイートして。ニコ生、生配信ニュースっていうのがあるから。俺のツイッターのトップに今載ってる。うん。配信二日目の超初心者です。今移動中で電話は無理です。ごめんなさい。あ、そうなんだ。オッケーオッケー。じゃあまあ、せっかく花火いただいたんで、今度時間あるとき、LINE ください。うん。なんか自己紹介も兼ねて、なんかこう、どんな配信やってるかとか。ネタぶっ込んでください。ありがとうございます。花火、ペニーさん。俺が飲んでるのはダイエットプロテイン。減量用のプロテインだね。筋肉切れたところって視覚では見えねえわ。要は筋肉痛ってなってるのは細い筋肉は切れてるから。筋肉痛イコール細い筋肉は切れてると思ってください。筋肉って細い線の集合体なの。ゴムみたいな。あ、ペニーさん2発目ありがとうございます。ありがとう。ぜひぜひ、お電話お待ちしてます。うん、対決はしないよ、アザールさん。なんかマイクパフォーマンスでも会場を盛り上げるって。そんな感じ。LA 出身のアメリカです。チェリーパイあげます。売名させてください。お前金曜日俺とコラボするだろ。てか最近調子いいじゃん、アメリカ人。閲覧増えてきてるでしょ。でも昨日も80人ぐらい安定してリスナーさん増えてたから。あ、俺はなんかアメリカ人らしい増え方で、俺は嬉しいね。順調っていうか。なんか、荒野みたいに一発土管タイプじゃないけど、あれはね、ゆっくりゆっくりファン増えていくから、俺は今のアメリカ人のリスナーの増え方すごいいいと思うよ。うん。そうっすね、ガタイはだいぶ変わったって言われますね。もう顔がシャープになったとか、その、肩幅がすごいついたとか、腕が太くなったとか、自分じゃあんまわかんないんだけど、今減量をしてて、ちょっと、まあ、筋肉もだいぶついたのかな。どうなんだろう、うん。なんか、体変わってきたってよく言われます、最近は。いい感じ、うん、昔、ブックブクのデブだったからね。水ぶくれみたいになってたもんね。太郎さんがおいちゃんに電話するところが、外の部にアップされてる。あ、ありがとう、シャム情報。減量プロテインもあるよ。うん。筋トレして飲んでたらめっちゃ体重増えた。筋肉の方が、なんだっけな、0.6 倍重いんだっけ？脂肪よりも筋肉の方が重いから。マイクパフォーマンスはおそらくサンジャ祭りの見越しに上がった時以上に。あれ、もうちょっとカルシウムやめよ。うん、カルシウム。俺動画にしたよね、あれね。あれ、撮っとけばよかったな。うん、バンしちゃったかんな、もったいねえよな。あれはちょっと惜しいことした。いやー、レジェンド来るんだもん。レジェンドだよ、レジェンド。楽しみだよ。
アメリカ人って日本人ですか？顔がアジア人なんですけど。俺はね、どっからどう見ても絡んだ感触だよ。本当のこと言っていいの？ワイヤーでさ。冷めるよ。みんなドン引きするよ。いいの？普通に冷めちゃうけど、俺が会った感じ、多分ね、あいつね、ウクライナ系のアメリカ人だと思う。日系じゃない。うん、あのね、北欧の血が流れてるなっていう感じはした。間違いなくアメリカ人。俺もアメリカね、3週間ぐらい、ホームステイしてたことあるから、経験でわかる。すごいネイティブだった。ワドさんに相談あったけど、アメリカ人いるから。お、なんか相談あったの？トツかける？いいよ、全然。相談トツ。もう全然外人だった。うん。あれは全然ロサンゼルスの匂いするよ。うん。いや、多分ね、体が悪いんだって。なんか病気持ってるって言ってたよ。カリウムかなんかが体で作れないって。だから不摂生なんで腹が出てんじゃないでしょ。多分病気なんだよ。なんかその、食い物とか運動とか大変なんだよ。奥さんは日本人なのかな？わかんない。外だから凸できない？いや、相談いつでも受け付けるよ。そう、体が弱いんだよ。本当に。持病で。そうそう、カリウムが体で生成できないとか、吸収できないとか言ってて。で、泡吹いて倒れちゃうんだって。運動しすぎると。だから体育祭の後に救急車で運ばれるぐらい、その、運動はダメって言ってた。この流れでパイセン誘うの。先天性、難治性、クロール喪失性、低、カルシウム結晶って病名？長えよ。全員マシになったりする。アメリカ人の枠でオフパコしたかしてないかでなんか喧嘩になってた。オフパコ？まだ早えよ。俺がオフパコを初めてしたの、2年目ぐらい？ 2 年半とかだよ、配信始めて。最近の奴らはね、すぐパコりすぎ。オフパコってステータスだから、ちょっと調子に乗って閲覧があるとすぐオフパコするのやめてほしい。オフパコは、やっぱ中堅配信者になってからにしよう。うん。5時から配信します。暇な方はぜひフォローください。あ、5時からやるんですね。それもカリウム低下してよく倒れてる。あー、大変ですね、ひょっとこ友のりさん。うん。はい、ワード2。お、名指しに変わりましてだ。久しぶり。いらっしゃい。あ、ありがとう。ペニーさん、花火ありがとう。ふわっちでやるのかな？ふわっちだろうね、多分。ペニーさん、ありがとう。試合もう近いよ。試合な、体のキレが良くないんだよな。最高。でもね、ずーっとね、昨日ね、坂本と、畠山の試合見て気合い入れた。すげえかっこよかった。あれは伝説だよ。あれ、小学校の時かな？中学校の時かな？暑いよね、東京ね。坂本さんの最後の倒れ方すごいよな。全然倒れなかったもんな、坂本さん、最後まで。こう倒れるもんね、やっぱ。心ちゃんとオフパコとか許さないよ、俺。ふざけんなよ。試合はですね、6月の10日ですね。土曜日。6月の10日、新木場ファーストリングです。喧嘩したい配信者なんかいないよ。俺、喧嘩弱いから喧嘩嫌だもん。嫌いだもん。喧嘩なんか嫌だ嫌だ。だって喧嘩してもさ、面白いし閲覧は取れるけど、ファンは増えないから。ファンは増えないから。選手で出ないよ、株に。マイクパフォーマンスしてくれるって。選手で出ない。
シャンマンにでもこの前枠で挨拶しにいたら、一昨日かな昨日かな、あの左フックもっと使えって言われたね、シャンマンに。だから左フックちょっと練習しようかなと思って、ワンツーの打ち終わりに左フックとか、クリンチから離れた時に左フックぶち込んだら効くからってシャンマンに教えてもらって、実はね、ドレさんには、あの、コンビネーション、ワン、ツー、スリーの左インローをよく出すじゃん。左インローの後に左フック出せって言われたばっかりだから、シャンマンもドレさんも同じこと言ってて、ちょっとね、左フック必要なんだなと思って。ちょっと、ね、フックは練習してこなかったから、フックも練習する。ワン、ツー、フックとワン、ツー、スリー、左フック。お坊ちゃんいらっしゃい。うん、また来てね、みかん。ありがとう。沖縄見てんだな。そうそう、うなちゃんマンのことよ。そうだよ。出演、そうそうそう。いや、今なんか、玄関に人いんのかなと思って。天気めちゃめちゃいいわ。あ、ワイヤデさんフォローありがとう。トレーニングしないとな。うなちゃんマンはね、スポーツマンだから運動神経めちゃめちゃいいのよ。体もめちゃめちゃ柔軟性あるし、だから弱くないよ絶対。年齢はいくつだっけ今。40、ちゃんマンっていくつだっけ。40、福山雅治と同い年だから47、46かな、多分それくらいだと思うけど、その年齢の割には強いと思うよ。バールのトツはあれだわ。シャンマンじゃないわ。鶴の神だわ。鶴の神だ。PC とスマホ大丈夫になった？うん、大丈夫大丈夫。ただね、スマホがね、なんか、ジャックの部分が壊れ始めてて。ちょっと、もし iPhone とか余ってる人とか新しいのくれる人いたらすげえ助かるわ。シャンマンバーサスドレさんはないでしょ、うん、まあさ、配信者の戦いってどっちが強いかよりもさ、どういう戦い方するのかっていうところが俺は見どころだと思うから、うん、シャンマンいくつだっけな。福山雅治と同い年なのは確かなんだけど、福山雅治がいくつだっけな。福山雅治、福山雅治が今年48だから、48歳だわ。シャンマン。48。うん。ドレさん全然怖い人じゃないよ。紳士だよ、あの人は。ジェントルメンって感じ。本当に紳士。なんか配信者では珍しい常識持ってる人なんだよね。福山サールと同じだよ、シャンマン。あ、マジで ?iPhone 6S あった？うん。同い年だ。おーん。まあまあまあ。もうすぐ50代か。どれは LINE しつこい。え、なに？風船さんに LINE すげえしてきたの？俺あんまリスナーさんに LINE 送ることってあんまないな。基本受け身だから、リスナーさんから LINE 来たら返すけど、なんだろう、俺からリスナーさんにあんま送らない。女の子とか特に送らない。おっさんとかには送ったりするけど。ありがとう、ひょっとこともどりさん。嬉しい、嬉しい。ありがとう。気持ちが嬉しいよ。うん、ありがとう。
ドレさんの扱いがひどい気がするんだよな。あれはね、あれだよ。あ、ボンさんね。まあ、なんつうか、野暮の話になるけど、名前呼ばれない方が、可愛がりじゃないのよ。ディスでも、用語でも、名前を呼んでくれてるっていうのが最大の可愛がりだっていうのは、あるんだよ。配信者の中で。無視が一番効くんだよ。だからね、注目してると思った方がいいよ。ドレさんの名前を出す分だけ、ちゃんまんは、そう、ドレさんのことを見てるよっていうことだから。うん、ババーにも送ってこい。俺ミュールには結構、あれだよ、LINE する方だと思ってるけど。俺ミュールには LINE、っていうか、リスナーさんの中で結構ミュールは多い方じゃないの ?LINE、うん。全然リスナーさんから LINE 来ないもん。こんにちは、とかだ。そうそう、名前出して、だってさ、本当に潰そうと思ったら名前出さなきゃいいんだもん。本当に可愛くなかったら名前出さなかったら、そいつ閲覧取れないだけじゃん。名前出してるってことはリスナーさんをこう分け与える行為だから。うん。今日配信でドレさんのことマッチョゴリラと言ってしまいました。ごめんなさい、ごめんなさい。ドレさんいい人っすよ。うん。体すごいっすよ、本当に。そうそう、可愛いからディスっていうのあるのよ。可愛いからディスっていうのがあるの。そう。だから名前呼ばれるようになってるのが花なのよ。嫌われてるのも花なの。うん。だから名前呼ばれなくなったら配信者は終わりですよ。ディスすらなくなったら終わり。佐野は若い人好き。あ、どうなんだろうね。うん。ちゃんまんね。うん。おお、ハチいらっしゃい。この前さ、なんだよ、ハチ、水くせえじゃん。枠の終わりにさ、もうマイク切って、設定全部切ってる時に、最後の最後でハチがさ、ステーキボーンって開けたから、お礼言えなかったんだよ。なんだよ、ロムってるじゃん。最近忙しくて YouTube しか見れてねえとか言ってさ、お礼ぐらい言わせてよ、ハッチ。ありがとね、この前。誕生日の時最後の終わりにステーキくれて。水くせえじゃん。そう。普通にさ、見てコメントしてくれたらさ、お礼の一つでも言えんのに。うなちゃんマンだよ。ちゃんマンって。トリプル X さんいらっしゃい。久しぶり。うん、そうそう、佐野ちゃんマンがディスるときっていうのは応援も込みなんだよ。そう、応援も込みなの。こいつこれから頑張れよみたいなのを含みで言ってるから。なあ、それはまあ配信会のあるあるみたいなもんだから。そう、本気で怒ってるときと、その、おちょくってる、可愛がってるときみたいなのはちょっと違うんだよ。キャリア長いかんね、ちゃんマンは。だってさ、なんか断るたびにさ、佐野が全部悪いっていう名言が出るぐらいだよ。何の関係もない時に、コメントで必ず出るじゃん。佐野が全部悪いって。俺すごいと思うよ。それくらい配信界に影響を与えてんだよ。おー、すげえすげえすげえ。はい、ハチ、ステーキありがとう。アイテムやったら終わったんだ。あー、じゃあ入れ違いだったのか。ロムってたわけじゃないのか。入れ違いだったんだね、ちょうどね。ありがとう、ハチ。久しぶりじゃん。対戦相手は、あ、香川さんはね、ポンスケさんのセコンド。うん。だから、違うよ。すげえな、ステーキ。ありがとう。うん。サメ島さん結構おっかないよ。とっぽいから。誰から構わず喧嘩売るから、サメ島さんはほんと怖い。ハートが一番強いのよ。フィジカルはそんな強くないのよ。身長も高くないし、腕力もないと思うんだけど、何するかわからないっていう、もう本当に怖いもん知らずの。そう。だって、捨て頃なんか、お前、俺が一番強えよって言ってたよ。刺せばいいんだよ、後ろからって言って。俺は絶対あいつらに全員勝てるって。暗闇の中で後ろから刺せばいいんだよって言ってた時に、怖って思ったもん。
対戦相手とかじゃないよ。マイクパフォーマーとして参戦。参戦じゃないね。出場出演か。いや、鮫島さんは怖いよ、本当に。まあ、言ってることがもう全部犯罪だからね。後ろから刺せばいいって。ただの犯罪だからな。やばいよね。怖いよな。めちゃめちゃだよ、ほんと。発想がめちゃくちゃ。まあね。まあ、ドレさんはいつか、あれじゃん？あ、美味しかったんだなって気づく時が来るんだ。わかんないけど。まあ、ドレさんもわかってんでしょ。プロレスだよ、プロレス。うん。でもね、ドレさんも乗っかってるんだなと思ってたけど、ひょっとこは結構効いてるみたいな。ひょっとこは結構ドレさんの顎にクリーンヒットしたみたいで、ちょっと本気で怒ってるなっていう。土曜日何やるか？土曜日？何の話？ゆめちゃんこんにちは。それに比べて佐野は謝ってるよね。バールトッツ来た時。いや、あれは怖えだろ。だって俺、リスナーさんから画像送られてきたけど、完全に、ちゃんまんの目線からすると突き破ってんだよ、バールが。あれ、表面しか見てないじゃん。あと俺、ぶち破られたドアの方も見てんの。ガシャーンってガラスの方も。あれは死んでたと思うよ。鶴の神は本気で殺す気だったと思うよ。あさみちゃんの企画はね、なんか一人かくれんぼっていう心霊配信やることになったね。一人かくれんぼっていう。いや、あんだけ煽ってても、例えばさ、ワイヤーでさんさ、喧嘩で煽るじゃん。相手がさ、バールでドアバンバンやってたら、あれは怖えよ。あれは死を覚悟するでしょ。俺はもうあれは死んだと思ったもん。無理だよ。それちゃんまんじゃなくてもビビるよ。まあ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 、そこがちゃんまんの面白いところだから。もう人を怒らせる天才だから。いや、鶴の神ね、俺実はね、結構ニコ生から過疎の頃から、お互い過疎の頃から知り合いで、まあ会ったことはないんだけど、よくコメント打ち合ってた中の、だから性格知ってるんだけど、あれはね、鶴の神怒るの毎回定番なのが、あいつね、すっげえ家族思いなんだよ。鶴の神って。家族すっげえ大事にして、特に奥さんのことディスられると本気で怒るって昔からみんな知ってるのよ。で、普段は温厚なの、めちゃめちゃ。で、奥さんいじると怒るのはもう、結構みんな知ってるのね。だけど、シャンマンがそこをね、結構つついちゃったらしいよ。うん。いやー、あれは怖いよ。あれはちゃんまんがヘタレとかいう問題じゃないよ。俺でも怖いもん。俺でも同じことするもん。うん、だってあれはもう完全に懲役覚悟でしょ。あの行動は。怖えよなぁ。腹くくってる時の人間の行動はやばいよ。鶴の神なんだっけ仕事。なんか、仕事はやってるらしいよ。うん。殺しに行ってたよね、完全にね。うん。奥さんすごい大事にすんの、鶴の神は。うん。日本一周まだ終わってないよ。うん。実際ヘタレって言ってるやつも出れねえやんな。無理無理無理。あれは笑うでしょ、もう。正面ちびるよ。そうそう、鶴の神ってね、すごい温厚な性格なんだよ。むしろ冗談通じるタイプなんだよ。だから鶴の神があそこまで怒ったっていうのにびっくりしたぐらいだもん。うん、あの鶴の神をよくあそこまで怒らせるなっていう。普段別にあれだよ。なんか冗談ばっかり言ってる、ね、お兄ちゃんって感じだよ。なんかあんちゃんっていう。しかしまあ伝説よく作るよな。
ああ、そうなんだ。偉いね。コツコツ払ってるんだ。ね、普通にただのいい人だよね。鶴之進は。言っちゃ悪いけど、あんまり面白くない、普通の気さくなあんちゃんって感じだよね。風船99個ありがとう、ハッチ。うん、ありがとう。数合わせしてくれたの。ああ、数合わせてくれてありがとう。俺別に嫌いじゃないよ、鶴之進。うん。普通に好きだよ。会ったことはないけどね。いや、俺嫌いな、俺のこと嫌いな配信者なんかいっぱいいるでしょ。俺、だって一時期配信会から一番嫌われてんの俺だったもんね。本当にひどかったよね、ニコ生の頃ね。みそかそに言われてたよね、本当に。会ったこともねえやつに俺ワードを嫌い、大嫌いだわとかさ、あいつクソだよとか言って、会ったことあんのって言ったら、いやない。枠見たことあるのって言ったら、ないとかさ。枠見ねえでこんだけよく言えるだろみたいな。なんでそんなディスんのって、いやムカつくからとか。見た、俺の枠見たことないの。だから、あの当時もうみんながワードを嫌い、ワードを嫌いって全員が言ってて、で、そういう、なんか、リスナーさんが来ると、え、怖い人だと思ったみたいな。なんかもう、ノリでみんなでいじめんの。あれ、いじめだよな。もう、イメージを勝手に作っていって、あれはいじ、こうやなんてレベルじゃないよね。本当に俺の枠見たことないやつが俺のことディスってんだもん。ありがとう、ワイヤデさん。風船ありがとう。ワドを被害者の会を設立するとか、本当に本当にそうレベル。バカ野郎って、ただの小汚ねえ小好きだよ、俺は。うん。寄ってたかっていじめられてたもんな。まあ、そう考えるとだいぶイメージ変わったよな。あの頃やりづらかったもん。ロハコ事件から流れ変わった感じだよ。ロハコ事件までって感じだね。からじゃなくて。ロハコ事件は逆にね、ちょっとワドを好きになったわみたいな風潮が出てきたの。あの、なんかちょっと体張るじゃねえかっていうか、ちょっと面白いじゃねえかみたいな。あそこら辺までだよ。うん、あ、黒黒ね。あ、面白かったよね、黒黒とか。いや、違う。あのね、橋本くん野田通りに、あの事件が連チャンしちゃったから、要は暗黒界隈から一気に嫌われたの。で、緑さんもそう、ねえ、和道は、みたいな感じで、ブワーって暗黒から広まってったのよ。それがでかかった。うん、もう和道とは絡まない方がいい、みたいな。橋本くん野田だと思うよ。うん。いやーもうだって黒黒の全乱、今見ても笑えないもん。もうね、ブックマークしてないよ。今見ても笑えないよ。いや、うさぎ盗んだのちょっとやりすぎたなとは思ってるけど。うん。あれは完全に俺が悪いかんね。野田悪くないかんね。でもさ、ちょっと盛り上げてやろうと思ったらさ、ガチで警察呼ぶんだよ。あいつの方がアスペだろ。野田の方が俺アスペだと思うよ。柏木なんか、あれでしょ？なんか、ひなりと付き合ってからダメになったんでしょ？もう放送やらなくなったんでしょ？俺でも柏木はなんか戻ってきそうな気するけどな。ひょろっとなんかふわっち、なんか仮想枠とかでやり始めそうな気がする。柏木は多分戻ってきたらある程度ファンがっちり掴むと思うよ。柏木はこれからだったのにな。あ、ジャクさんいらっしゃい。じゃあまあマイクパフォーマンスやるって。マイクパフォーマンスだって。柏木とロハコなんかもうバカだよな、あれ。500億本当にもらえると思ってんだもん、柏木。底抜けにバカだからな、柏木。どうやったらあんな思考回路になるんだよな。すげえよな。底抜けも底抜けだもん。だってさ、みんな信じる？僕は、ロハコさんに300億の個人資産を持ってて、10億円あげるから僕とセックスしようよって信じる？すごくない？
もう、なんか嘘をつく方もつく方でぶっ飛びすぎてるし。うん。いや、ロハコさんね、結構、3000円とかね、1万円とかわかる。結構、人がいいから渡しちゃうんだよ。うん。でもね、さすがにね、300億の超個人資産を持ってるっていうのは、無理があるだろうと思ったけどね。うん。アゴパッカン見たよ、昨日。なんかみんながさ、ホストとかアゴパッカン、アゴパッカンって言ってたから、何のことかなと思った。ちょっと面白かったわ。カマキリ拳法情報。こうやった。これでしょ？あれ面白かったな、ちょっとな。あんだけ吹かしといてさ。独特のリズム。あのアッパー面白いね。あれ笑うわ。マットがいっぱい上がってた。そうそう、喧嘩無敗のホストの、なんか、みんなが言うから、なんか、亀田のお前ホスト知らねえのかって言って。そしたらもうこんな戦い方でも。トリケラトプスケン、俺の友達にさ、バギってやつがいるんだけど、もう教えてもらってる。大丈夫。俺結構友達に強えやついっぱいいるから。カオルくんとか、ドッポさんとか。うん、大丈夫だよ。死んじゃったんだよね、最近。俺一番仲良かった、ねえ、レッツさんっていう人いたんだけど、すげえ可愛がってくれてたんだけど、死んじゃってさ。知ってる？ねえ、結構有名な人なんだよ。ジョーブログ普通に強かったよね。腰が引けてるっていうかね、うん、なんか面白かったよね。なんか面白かった。いろいろと面白かった。いや、ジョーブログがオファー受けないでしょ。ジョーがやるって言わないよ。でも、俺、あいつが一番気合入ってて、なんかすげえ気持ちいい試合やってたよね。あれはファン増えるでしょ。あんな試合やりたいよね。うん、俺友達いっぱいいっから有名人、うん、ねえ、でもあのグローブの大きさがちげえのはさ、ちょっとやだよな、うん、あれはみっともねえよな。カメダのグローブだけ小さかったんだよ。あれはちょっとねえわ。走んねえとな。今日はもう太もも日曜日のやつが回復しかけてるから、今日ぶっ壊さないと。今日は走るぞ。走り込みだよ。ドレさんに走れって言われてきたんな。もうなんかさ、この前のさスパーリング褒められたけど、俺的にはさ6割ぐらいの力も出せなくて本当に恥ずかしかったんだよ、前回も。冷静に戦ったからさ、まだコンビネーションとかあれかもしんないけど、もっとやんないと。もっとできるから。もう試合のね、当日にはマックスで動けるようにしないとさ、恥ずかしいもん。一生残るからね。それこそ顎パッカンじゃないけどさ、一生いじられるんだよ、配信者って。トラウマ作りたくねえよ、俺。ジョーブログ良かったよね。ねえ、トリプル X さん。ジョーブログすげえ良かった。あれ、キャスティングも良かったよね。てかさ、村田亮太の世界戦見た？みんな。ボクシングの。あれ、ちょっと悔しかったよね。ダウン一回だけ取ったんだけど、ちょっと消極的だったからさ、まあ分からなくもないけど、判定。ちょっとね、あれ取れたよね、村田さんね。
村田さんね、惜しかったんだよ。カウンター狙いだったの、常に。だから手数が少なかったんだけど、ダウンは一回取ってるのは村田さんの方だったのね。イケメンなんだよ。うん、いや、ワードパッカンじゃねえよ。うん、練習で殴られ屋もやってたね、ジョーブログね。すごいね。花火ありがとう !8! 花火ありがとう、おぉ、ナンバーワン、ナンバーワン花火師だからな。復活か ?8 ついに復活か、俺今月もうハッチいなくなったもんだと思ってもう大ピンチだったからね。ハッチはナンバー3、神3に入ってる花火師さんだったんだけど、今月一発もアイテムもらえなかったから、あ、俺死んだわって思ったもん。今月から俺プロ配信者廃業かなと思って。審査がおかしいっていうかね、WBA の方なのかなあれ。WBA はね、手数を重視するっていうのはもう有名なのよ。要は、消極的なやつはダメっていう判定下すのよ。要は KO 率を上げようとするから。だからちょっとしょうがないんだよね。技術は間違いなく、技術は間違いなく村津さんの方があったんだよ。だからオリンピック上がりっていうのがね、村津さんイケメンだしファイトスタイル普通に強い人だから好きなんだけど、ちょっと悔しいよね、あれは。審査ね、試合全部見ると、うん、わかるって感じするよ。ちょっと消極すぎるかなっていう。もうずーっとカウンター狙いで待ちなんだよ。で、手数がね、相手の方が4倍ぐらい出してんの。ずーっとジャブ打って、ずーっとパンチやってるから。うん、ちょっと、悔いの残る試合だったよね、あれは。世界戦、初めての世界戦で初めての負けたかんね。キャリアの中で。そう、チャンピオンの方がガンガン打ってたよね。ガンガン攻めてたの、最後まで。だから、あまりにも消極的っていうことで判定負けしちゃったんだよ。ダウンは取ってたとしても、ちょっともっと手数少なすぎないかっていう。まあでも、普通に12ラウンド戦う方が奇跡だからな。素人からすると。俺はね、おかしいとは思わなかった。もうちょっと手数出してたら、間違いなく勝ってた試合だから、もうちょっと積極的に行っててもよかったんじゃないっていう感じ。別に判定がおかしいとは思わない。うん、WBA はね、手数なんですよ。しょうがねえよな。あれはでも取ってほしかったよね。勝てた試合だから悔しいよね、なおさらね。あれは実力的には絶対勝ってたんだよ。うん、絶対勝ってたんだよ。うん、至って普通の人です。いや、ハッチありがとう、いつも。ハッチ、あれじゃん、星ドラ今日ログインしたら、ハッチ使ったよ。俺と同じ武器使ってんだよ。俺、星のドラゴンクエストっていうアプリ、ハッチとずーっとやってるんだけど、今日ハッチのキャラクター使ったの、スマホアプリ、ドラゴンクエスト。そしたらね、はぐれメタルの剣でね、ギガスラッシュと、なんだっけ、帝王十字剣だっけ。すげえ、課金しまくってたよ。俺に課金しないでさ、アプリに課金しまくってるのが伝わってきたよ。だからあれだよ、大の大、ドラゴンクエストに課金しすぎて、俺に花火投げらんなかったんだよ。大の大冒険に負けたんだよ、俺。絶対そうだよ、めちゃめちゃ課金してるもん。はぐれメタルの剣、フル装備だったし、星4だったし。図星でしょ、ハッチ。スクエアエニックスにちょっと花火投げすぎたんだよ。ガチャ回しすぎたんだよ。星空やってるやってる。俺だってあれだよ、初日からやってるもん。初日からやってて、うん、天空剣がね、天空装備が、防具全部天空装備だから俺、はぐれメタルの剣がメインなんだけど、うん、ねえ、懐かしいよね。アースさんいらっしゃい。賢者の杖もルビスの杖も手に入ったからやっと賢者育てられるんだよ。あー、クミタンいらっしゃい、うん、俺のキャラ強いでしょ。無課金だよ俺。無課金にしてはそこそこいい装備だよ。おい、境内さんかな、境内さん、野菜串ありがとう、ありがとう。
みんな炊き出しでなんだな。信じられないけど。え、嘘？炊き出し引いたの？ギガスラッシュ超羨ましかったよ。マジか。あ、そう。すごい。いやもうさ、ジーパン買おうかなと思ってさ、なんかもう穴、ほら、股の部分縫ったりしてるんだけど、縫った側から破れてくんだよ。もうね、これ無理だわ。股から破れるタイプなんだよね。永井さんいらっしゃい。うなちゃん出るって。マイクパフォーマンスやってくれるって。うん。ハッチさん、ハッチはめちゃめちゃ強いよ。うん、よろしくお願いします。エルノシアさんね、アットマークニコ生出身だからそうやってると思うけど、ダメなんですよ。ふわっちの名前しか出ないの。ARS さん、だから ARS アットっていうのを、そう、エルノシアに変えないとダメ。うん。コメビューないよ。当て布してるよ。ジーパンね、一着、何着かあるんだけど、もうこれ一着をヘビーでローテーションで来てるから、もう破けちゃってるね。どうしようかな。原宿で服買いに行こうかな。みっともねえよな。30過ぎて穴開いたジーパン入ってたら。ジーパン買え。おお、花火ありがとう。花火4つありがとう。すげえな。大復活だよ。ハッチ様がいないと、おまんま食えねえかんな。ジーパン持ってない？ああ。俺ジーパン楽だけどな。買いに行くか、うん。原宿でちょっとパンクスのお店にちょっと行こうかなと思ってて。うん。なんか、安くてなんか気になるお店見つけた。でもね、ちょっと女の子向けっぽいんだよね、そこが。行きづらいからネットで買おうかな。でもジーパン履いてみないとわかんないし、いいビート、ありがとう。ストーカー勤務？何ストーカー勤務？靴？あ、のんちゃんね、靴あれだよ、ラバーソールかドクターマーチンかじゃん。俺もな、あれ、まあ別にコンバースでいいんだけど、ちょっとパンク用の靴欲しいよな。さっきの花火でジーンズメイト。東京ね、ジーンズメイトあんまりないんだよ。俺、成田っ子だからジーンズメイトヘビーで使ってたんだけど、男のオシャレはジーンズメイトだと思ってたんだけど、あれだよな、ジーンズメイトないんだよ。安くてね、いいんだけどね。男のオシャレはね、ジーンズメイトだよ。T シャツ600円ぐらいで買えるから。ラップがね、好きになったのは、俺、なんだっけ。フリースタイルダンジョン。を聞いてからラップにハマって、RCA がすげえと思って。俺それまでパンクが好きだったの。そう。だけど、フリースタイルとかラップ文化ってすげえかっこいいんだと思って。またしばらく配信に出会えないかもしんない。え、どういうこと？どういうこと？もうなに？またしばらくロム勢に変わるの？またロムっちゃうの？マジかよ。また見に来てよ。落ち着いたら、忙しいんで。おお、すげえ！花火ここありがとう！あれでしょ？お気に入りが見つかったんでしょ？ハッチ。女の子かなんか。和道にさ、金花火やってるぐらいだったらさ、俺この子に貢ぐわって、多分お気に入り見つけたんだよ。変わってないね、ARS さん。多分一回ログアウトしないとダメだと思う。あ、そうなんだ。吉祥寺の方？うん。ねえ、ハッチありがとう。なんだよ、ハッチいないと盛り上がんねえよな、うん。なんかお気に入りの子見つけちゃったんだよ、多分。貢ぐ。こいつだっていうやつ。もう和道の時代終わったよ、つって。俺の役目終わったわ、とか言ってんだよ。困っちゃうよね。ありがとう、ハッチ。RCAのフリースタイルすげえかっこいい。いや、そういうもんだよ。だってさ、
ずーっとさ、応援することって、精神的にもやっぱ無理なんだよ。やっぱね、2年3年ぐらいなんだよ。こいつだっていうのは。で、ある程度、ね、行ったら他の子、やっぱ行きたくなるんだよ、配信って。いつもこんなアイテム買えるの。ワドウもすごくなったね。いや、おかげさまで、ふわっち来てからは、ずーっとふわっちだけで食っていけるぐらい、の生活はさせてもらってる。偉くなったの？おめでとう！おめでとう！ハッチ。あ、そうだったんだ。あ、出世したんだ、おめでとう。あ、そうなんだ。あ、そうか、そうか。いや、そう。だからハッチはいつも、この時間にいたらハッチはいるのになぁと思って。仕事で偉くなったんだ。おめでとう、おめでとう。あ、そうなんだ。そっか、そっか。そういうことか。いや、じゃあいいことじゃん。出世したんだ。すごい。いいね。めでたいね。なんか嬉しいね。出世だよ、出世。うん。多分、俺の予想だけど、アルバイトから多分パートになったんだと思う。今までは多分1日6時間休憩30分のアルバイトだったんだよ。それが、8時間22勤務の、8時間22日出勤で、のパートに上がったんだよ。パートさんになったんだよ、多分、ハッチ。うん。違うのかな出世したんだよ。大出世。和道リスナー。すごいね。うん。パートタイマーに出世したの。ジョブチェンジ。ああ、いいなぁ、なんか。なんか、感動するよね。出世するとね。俺も、なんかバイトから社員になったことが2回あるのかな。やっぱ嬉しいよね。なんか、認められた気がして。俺はその役職はついたことないんだけど、ひらしかないんだけど、社員は俺はね、役職とかついたら嬉しいよな。長年勤めてて、明日からね、専務とかさ、あ、専務じゃねえ、出世しすぎだろ。明日から専務なんて絶対ありえないコースだよね。明日から主任とかさ、主任の次が課長かな。主任、課長、部長、まあここまでだよな、普通は。長年やって部長で終わるだろうな。部長から、まあ、取締役入るかどうかだよな。専務、常務。うん。まあ、部長まで行ってもすごいけどね。うん。俺は主任にもなったことないよ。主任って要はチームリーダーだもんね。社員の。で、課長はもう、あれだもんね。店長みたいなもんだよね。店で言うところ。どうしようかな。今日何時ぐらいから走ろうかな。涼しくなってから走ろう。シャドウもやりたいし。それともスポーツジム行ってこようかな、ちょっと。スポーツジム行って、うん。泳いでくるっていうのも手だよな。最近水泳やってないから、肺活量上がるんだよ、水泳は。水泳ありだな。水泳やってこようかな。ちょっと考えよう。後でちょっと走るなりなんなりやってくるわ。閲覧荒野に負けてるぞ。はい。でもね、正直言って俺は別に荒野の閲覧が羨ましいと思ったこと一回もない。うん。客層が違いすぎる。例えば若いやつで俺の客層ごっそり持ってかれたら俺は悔しいと思うけど、うちのリスナーさんいいんだよ。正直言うと、質が高いの、トーマスさん。で、話は面白いし、アイテムで負けてるじゃん、荒野。花火2発でしょ？所詮、荒野は。
で、今変わってない ARS さんになってるよ。でしょ？イベントのチケットは当日30枚出るって。だから朝から並んでれば取れると思うよ。俺いなくても食っていけないようじゃダメだよ。まあそうだよね。そりゃそうだよ。うん、そりゃそうだよ。もちろんもちろん。そう。だから、荒野の客層は別に羨ましくないんだよ、俺は。荒野の客層は、ずるいとか悔しいとかならない。俺は食ってきたいんだよ。うん、被ってないよ。だから、俺はどちらかっていうと、荒野のコラボはやりやすいんだよ。何やっても、別にお互いリスナーにならないの分かってるから。俺のリスナー、荒野の放送面白いって言わないもん。だから、負けてるとか勝ってるとかあんまりない。意識するね、はい、意識してる配信者は俺は荒野じゃない。うん。ヒカルくんでもない。テルチャンピンでもない。俺は正直言うと、ドレさんなんだよ。うん。俺は正直言うと、ドレさんのあの伸び方はちょっと嫌なんだよ。朝方500、もう帝王。その朝のあの時間帯はドレさん見るっていう固定化が始まってんの。あれは悔しい。うん。あの時間でドレさん、誰も勝てないじゃん。うん。あれはね、ちょっといい、いいリスナーをゲットしてるよ。3万にそんなの言えねえよ。レジェンドだよ、アブラムシさん。いやー、だって、あの人はキャリアも違うもん。うん。もう、俺からしたら上の上の人だもん。本当に。そんな俺から立てつこうなんて無理よ。まだキャリアが。俺がまだね、あと3年とか7年目とかだったら言っていいかもしんないよ。4年目のね、3万からしたらまだ4年かって言われてんだもん。うん、ああ、全然ロムっててもいいけど、普通にコメントして。なんかさ、ハツさ、あれだよ、いつも言ってるけど、俺がコメント打ったらアイテムしなきゃいけないなんて思わないで。普通にコメント楽しんでよ。普通に、ロムっててもいいし、普通に楽しんで。いつも言ってるけど、面白かったらこう、アイテムするのが普通だから。なんかいつもいっぱいあげてるから、アイテムしなきゃいけない空気って、なんか、ね、自分の中にあんま背負い込まないで。別につまんなかったらコメントしなきゃ、アイテムしなきゃいいんだから。別にアンチコメント打っていいんだから。そしたら俺が NG ぶっ込んであげるから。キャスで言うところの闇定位置。そう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 。ああいうね、いい取り方。時間とリスナーを固定でごっそり持ってったっていうのはうまいんだよね。思ってない？大丈夫？うん。なんかそういう風になんか堅苦しくさ、放送がなんかプレッシャーになったら嫌だから、リスナーさんが。普通はだってタダで見て当たり前なんだもん。月に一回ぐらいさ、なんかアイテムくれたら嬉しいから。今日頑張ったな、みたいな。誕生日にこじったのにあんまりアイテムもらえなかった。多いか少ないかはみんなに任せるけど、俺の手取りで言ったら4万円。もう、俺はちょっと、あれ気持ちよく寝れたよ。うん。1日で4万円だぜ。ちょっと嬉しくない？売り上げで言ったら、だから倍だよね。8万円ぐらいでしょ？ 4 万円だぜ。でかくない？もう誕生日でいいバースデーだったと思ったよ。すげえ可愛がられてもらって。ねえ、日当4万円だぜ。ひねもす感謝いたかんね。4万円分もらったよ。そのケーキとか、花火とか、ステーキとか、全体で。そう。一日、トータルね。一日のトータル。いや、だからありがてえと思ったよ、本当に。今月はだからもうちょっと、今月一週間はだからもう、あれですよ。余裕ですよ、ちょっと。リスワンも取ったし、もう今月、ねえ、がっつり生活費は稼げたんで、うん、いい感じです。うん、いい感じです。だから、まあね、それがアイテム多いとか少ない。だから、デイリーランキングは10位だったんだけど、1位は取れなかったんだけど、うん、正直ね、今月はもう大丈夫。お金的には。月末まで工面できるから、うん、今月は大丈夫っすね。あと1週間は、うん、普通に、なんか、花火くれとか。だからさ、普段はいつもこうやって配信やってんのよ。普段はこうやってやって、こうやってやって、こうやってやってんの。これないでしょ、最近。これがあるっていうのは、俺が金が足りないアピールしてると思って。これがないっていうことは、俺にお金が余裕ができて、今月はもう食ってけるっていう。ちょっと安心感が出てきた。うん。フラットな気持ちで雑談ができる。序盤がちょっとやばかったけどね。ああ、マジで？
来年まで持ち越せないよ、アイテム。マジかよ。ポンって投げてよ、ポンって。何個買ったの、ハッチケーキ。ケーキ何個買っちゃったの、ぶっちゃけ。もったいねえなぁ。3500円だぜ。12時回ったらもう誕生日イベントできなくなるから。わかりやすいよね。さっきの表示があるときは。5個も買ったの？もったいねえ、マジかよ。俺にあげるつもりだったんでしょ？ 5 個。全部。マジかよ。マジかよ。タイミング測ってたんでしょ。終わり際にポーンってかっこよくあげようと思ってたら、12時過ぎちゃったんでしょ。もったいねえなぁ。もったいねえ。まあ、誰かにね、誕生日、ふわっちの配信者でね、面白かって、たぶんバースデーの子いたらあげられるからさ。多分来年までアイテム持ち越せないから。誰かにあげるといいよ。もったいないよね。だって、それもらってたらね、4万円じゃなくて5万円だったからね。もっとウハウハだったよ。惜しいなぁ。もうストレートに言うべきだったね。ハッチ花火はあって。ハッチ花火くれよって。もうドチョックで言うべきだったよ。ちょっと俺、ジュース買ってこようかな。ちょっと、飲み物。あ、ドレさんいいじゃん、ドレさん。うん、ドレさんいいね。ドレさんバースデーいつだろう。まあ多分、ふわっちのプロフィールに書いてあるから。いいじゃん。ハッチ裏技使う？ハッチ。俺がステアカ作ろうか、今。ハッチに花火もらうためだけのステアカウント作って、ハッチにもらおうかな。そういう手もあるんだよ。別のスマホで自分配信、そう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 。そういう裏技がある。まあ、ちゃんまんとかね。いいんだよ、いいんだよ。ハッチはそんなさ、なんつうの。ケチなタイプじゃないから。誰かにあげればいいんだよ。アペニーさんとこ行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。やんね。オッケーオッケー。ちょっとジュース買ってくるわ。よいしょ。
結構前なんだ。ただいま。いやでもね、俺ね、最近ね、生活がね、変わったなって思うのが、ほら、生ポの時はさ、もう3000円の飲み代でビクビクしてたの。だから、ね、例えばさ、あれがあったのよ。便所太郎さんと調印式あったでしょ。調印式の日なんか、もうお金の中に実は1000円しか入ってない。財布の中に1000円しかなくて、で、ドレさん、ヒカルくんとか、ポンスケさんとか、みんな集まってんの、金梅さんとか。で、飲み行こうぜ、つって。とぼとぼついてったけど、俺何にももうビール一杯しか頼まないで、ガク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 震えてたのよ。これどうしようってなって。で、なんとかね、お金作ってさ、最後払うときに、ベンゾさんが、あ、今日は俺のおごりだよって思って、ありがとうございますって言って。いや、もう、オフ会とかでもそうだけど、そういう生活なのよ。生ポでお金もないしさ、もうガク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 してたけど、最近は飲み行ってもさ、あ、俺出しますよとかできるようになったから、ほんとありがたいよ。ちょっとお金余裕があるときは、あ、自分今日出しますとか、できるようになったな。あ、最近その店に行って、売り上げとかお金どうしようっていうのなくなってきたから、うん。企画とかにもお金回せるようになったし、うん。ありがたい、ほんとに。心のゆとりがだんだんできてきた。はい、和骨。よたもんさんいらっしゃい。あ、もっともっとね、有名になんないとね。夢見せないとね、若手配信者にね。あ、俺も、ね、頑張ったら、ね、50万ぐらい、100万ぐらい稼げんな、みたいなさ。配信会広げていかないとね、やっぱ。ガンガン稼いで。それはさ、特定の太い囲いさん。あ、ありがとう。ビールありがとう。特定の、太い囲いさんを見つけるとかそういう話じゃなくて、やっぱりリスナーさんで増えれば増えるほど、面白いって言ってくれる人が増えれば増えるほど、なんつうんだろう。アイテムが少しずつ増えてくるじゃん。みんなが少しずつみたいな感じで。特定の誰かに頼るんじゃなくて、もっと有名になりたいし、もっと、稼げるようになりたい。それこそ億万長者になりたいよ。配信で家建てたいな。うん。だって配信で家建てちゃいけないなんてルールないわけじゃん。配信で億稼いだらダメなんてルールないわけじゃん。YouTuber たちばっかりにさ、あんないい思いさせてらんねえよ。配信の方が日本は歴史深いんだから。もっと生放送盛り上げてこうよ。みんなで。ね。でも、なんか、俺の今のレベルでこれくらい稼いでるんだったら、石川のりゆきとかどれくらい稼いでんだろう、うなちゃんマンとかどれくらい稼いでんのかわかるもん。俺、正直言って、多分ちゃんまんはね、100万以上稼いで200万ぐらい稼いでるよ。月。アベレージで。今のちゃんまんは。間違いないと思う。固定の振り込みの人がいるんだよ。そう、アイテムの人もいるけど、アイテムだけじゃないんだよ。だから花火に対して余裕があんの。なんかね、花火にガツガツしてない。でも生活費は工面できるんだよ。そうそうそう、たまん、あ、今朝ね、今朝っていうか、さっきね、ふわっちの枠で、便所太郎さんに電話してたよ。嬉しいよね、Rさんね。あれ、タリーズまた味変わったな。またうまくなってる。あれ、タリーズの味うまくなってるわ。また変えたわ。パッケージが金色になったから、金になってるから何かなと思ったら味変わってる。豆がうまくなってる、これ。あ、すごい。普通さ、なんかパッケージ変わる時とかって味が劣化したりするんだけど、うまくなってるよ、タリーズがまた。あ、この豆いいね。あ、うまい。タリーズいいよ、また。ね、それはね、今後話するって。今後の話だって。
タリーズうまいよ、飲んでみ飲んでみ。金色のパッケージに変わってるから何かなと思ったら、全然、あのね、あの、なんていうの、アタックがまず違うの。アタックね、もうちょい渋みが強かったの。うまかったんだけど、飲みやすかったんだけど、そうじゃなくてね、深い香りがいいね。豆が変わった、多分。そう、喉の奥に来る香りがいい。自慢なんかしないよ。ちゃんまんが俺のことを言ってくれただけでさ、ビオルンさんさ、和道がって言ってくれてるだけで違うんだよ。あれはみんなが思ってたの。ドレさんも俺も、配信会のみんながちゃんまん出てよって思ってたの。ただきっかけになっただけだもん。ほんならちゃんまんがさ、ちょっと可愛がってくれてるだけなんだよ。それ図に乗ったら、失礼だよ。ちゃんまんの力なんだから、ちゃんまんを期待するっていうのは。エツコさんこんにちは。コメントありがとう。自慢なんかするレベルじゃねえよ、俺は。まだまだ。まだまだ下積みだよ。タリーズうまいけど、新しい豆うまいよ、これ。絶対豆が違う。これはいい豆だよ。だいたい俺がさ、3万の名前出すこと自体が失礼なんだから。シンさん、ハートありがとう。俺だって3万の枠では1リスナーだよ。ただの、ただのファンなんだから。パフェ2つありがとう、シンさん。ありがとう。もともと便所さんの企画なんだし。ポツさん、こんにちは。あんまり出しゃばるのよくない。全部自分に返ってくるから、出しゃばったら。俺は素直にちゃんまんが捨て頃に出るっていう発言が嬉しいのよ。一ファンとして。それだけでリスナーさんがどれだけ喜ぶかじゃん。俺だって一ファンとして見たいもん。あとね、もしかしたらさ、ちゃんまんが、ワードこの後飲み行こうぜ、頑張ったなって言ってもらえたらもう泣くぜ、俺は。本当に。ちゃんまんの背中追っかけて4年間ずっとやってきたんだから。珍しいんだよ。金映えさんをきっかけで配信者始めましたとかいっぱいいるじゃん。長井先生とか。俺だけじゃないの。多分。ちゃんまんきっかけで生主になったって宣言してんの俺だけだと思うよ。いるかな他に。うなちゃんまん系配信者っていうか、ちゃんまん系列って。だからね、あれ独自路線だから、ちゃんまんって。もう雑談のさ、あのスタイルで独自路線走ってるわけよ。だから外配信とかもほとんどなくてあそこまで登り詰めてんだよ。部屋の雑談一本で。でさ、KP っていう言葉ってさ、最近一般用語になってたりするじゃん。KP って。一般用語とまでは言わないけど、普通に配信者が配信用語として使ってるから、あれ、ちゃんまんが作った言葉なんだよ、KP って。だからさ、アイテムとかでも KP とか出たりするの。そう。あ、俺はちゃんまんに対する思いは他の配信者とレベルが違うぐらい強いよ。だからやっぱりその本気でちゃんまんをバカにしてるやつとか見ると腹立つもん。歴史が違えんだよっていうか。だから俺、ほら、まあ、系列としてはちゃんまん系列、そのちゃんまんに憧れて入ってきたけど、やっぱその、鮫島さんに対するリスペクトとかもあるのよ。その、永遠のライバルなわけじゃん。だから、それは、その、派閥とかじゃなくて、やっぱりキャリアが違うんだよ。鮫島さん一個上だけど、俺からしたらもうキャリアで言ったら10年の先輩だから、10年先の。そう、まあ大げさかもしんないけど、いやいやいや、俺なんてとんでもないです。大げさかもしんないけど、俺は先輩芸人な、もう、カズマさんって感じだよ。兄貴って感じだよね。そう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 。いや、サメちゃんの方が先だったらしいよ。鮫島さんに聞いたら、俺の方が先なんだよって言ってた。っていうのも、鮫島さんは最初の配信ってなんか、Windows の、なんかメディアプレイヤーあるじゃん。Windows のメディアプレイヤーをポートで開放して、要は自分のパソコンをサーバーにして、で、2チャンネルで俺放送やってるから見に来いみたいな、配信サイトじゃなくて自分のパソコンを配信サイトにしてやってるぐらい古いんだって。あ、できたできた。エルノシアさんいらっしゃい。エルノシアさんいらっしゃい。
OK。大丈夫。やっとできたね。OK だよ。これでみんな小手半読んでくれるよ。だからやっぱね、その、なんつうんだろう。若手で伸び盛りなのも、いっぱい生きのいいのもいるけど、キャリアが違うんだよ。もう閲覧とかいう問題じゃないんだよ。歴史、積み重ねてきた歴史が違うんだよ。ピアキャスより全然前だよ。だから配信サイトがなかった頃に配信をやってるぐらいの人だから。ねえ。だから言ってたよ、鮫島さんなんか。お前らいいよなって。お前らいいよなって。配信で金稼ぐ時代が来てるんだよって。俺らがどれだけやってきたんだよ、無料でって言われたもん。心の底から言われたもん。お前なんかよ、最近稼ぎやがってよって。鮫島さんに。お前4年目だろみたいな。それで配信で飯食えるんだから、俺らのこと考えてみろよつって。俺らがどんだけのことやって無料でやってきたんだよって。ねえ。俺も食えない時期3年ぐらいあったけど、まだ3年じゃん。だってあの人たちはさ、課金サイトがない頃にやってたんだよ。今いい時代だよ、本当に。ふわっちありがてえよ。ふわっちは確実に配信会の流れ変えたよ。その、面白いものには金払っていいじゃんっていう文化になったんだよ。別に面白いやつがそれで飯食えてもいいじゃんって。お小遣い稼ぐでもいいし。ただね、なんだろう。なんか中学生の女の子とか高校生の女の子が10万円ぐらい稼いでるのはどうかと思うよ。どうかと思うよ。それはちょっと、あ、この子金銭感覚狂っちゃうんじゃないかなっていう心配はある。まあ、キャバクラとか風俗でね、若い子が働くこともあるから、これは避けられないことかもしんないんだけど、ねえ、女の子じゃなくてよかったのは配信やってて思うな。女の子はバッて稼げんだよ。100万、200万って。それこそバッグとか貢いでもらったりとか、財布とかさ、高級品、時計とか貢いでもらえるけど、女はね、30までじゃん。正直。男は息長えからさ。うな、出ることになったが、あ、贅沢ビトンさんいらっしゃい。なんかね、今朝ね、機嫌が良くて、弁償太郎さんに電話してたよ。出るよ、つって。もうみんなでキャッキャ言ってた、1300人のリスナーで。うわ、楽しみだわ、つって。FC2 とかでもね、稼げるし。女の子はだから、可愛かったりしたりさ、おっぱい出したりすれば稼げるわけな。男なんかおっぱい出しても稼げねえかな。花火上がんねえぞ、これで。これで花火上がるか？上がんねえだろ？ずりーよ。そんなの。こうやってやったら、もう、こうやってやったら花火上がんだぞ。上がんのかよ。花火ありがとう。上がるわ、俺も。俺も上がるわ、なかなかやるな。俺も、あ、花火上がるな。花火ありがとう。上がるんだ。上がるわ。上がっちゃったよ、おい。はい。結構上がるな。花火ありがとう。あ、結構上がるな。出し見るもんだな。上がるな。上がったな。出し見るもんだわ。特殊な性癖多すぎるな、ちょっとな。不安になったわ。ちょっと悪いな。なんか、ごめんね。一個の笑いのために1000円も払わせてごめんね、なんか。あげるのか。こんにちは、ジャニーさん。おはよう。体張るわ。和道旅団も体張るようになってきたな、だんだん。早く試合やりたい。もうね、悶々とする日々はやだよ。怖い。本当にね、俺ね、最近リングに上がるためにバックバックするの、心臓が。1試合目。1ラウンド目ね、もう心臓止まりそうになるのよ。トックン、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 つって。もう戦える状況じゃないの。もう高鳴りがすごいのよ。練習でそれなんだよ。トックン。ってなって、もう。
本当にね、この緊張感、当日やばいと思うよ。本当にね、こんな経験ないもん。もうだんだん怖くなっていくの。だんだんナーバスに。で、夢の中でジャブとか打ってんの。本当に。夢の中でこうやってやってんだよ。こうやって。寝る前とかさ、意識が朦朧としてる時に、こう来て、こうで、こうだろう、みたいな。あ、もらうわ、みたいな。こう、こう、こうか、みたいな。そうだね、タカさんね。片知事で100発ぐらいあげないとね。怖いよ。戦うって怖い。あとね、前回そうだったんだけど、パンチってこう打たないといけないのよ。こう打たないといけないのね。だけど、こう打っちゃう。わかる？こう、相手のパンチが怖いから、こうね、こう引いちゃうのよ。だから、もらう覚悟で踏み込んで打つっていう。このジャブ一発でも。こう、バンって打たないといけないのに、こう打っちゃってビビってるの。これをね、あと、なかった癖なんだけど、だんだんパンチが怖くなってきたの。で、次の日、首と頭が痛いのよ、打たれるたびに。ペニーさんは配信者向きのミスター・ビーンみたいな顔してた。マジで？マジでいいじゃん。あ、そう。いいね。あ、ちょっとコラボとかやってみようか、じゃあ。花火3発もいただいたからね。もし近くに住んでたら。え、今やってる？もう終わっちゃった？もう終わっちゃったのかな？うん。いやー、すごいよ。当日真っ白っていうか、どんなことになるんだろう。だってさ、300人、400人の前で戦うんだぜ。ねえ。すごいよな。だから俺ほら、バンドマンだったから、350人の前でパフォーマンスする怖さを知ってるわけよ。そこそこな中堅のワンマンライブぐらいの人の入り方だよ。うん。墨入りの怒らせたらやばそうな変わり者の気がする。怖っ。マジで。アウトロー系なの。うん。わ、オッケーオッケー。ワイヤーズさん、またね。だからね、あとね、俺がね、こう、まっすぐになるタイプだから、本当にゴング聞こえなくなるの。あんだけでかい音なのに。女で歴10年くらいのレジェンドいないの、なんでかな。まあ多分古い人だとエミさんとあゆみさん、ニコ生のあゆみさん10年ぐらいかな。エミさんだからやっぱり女は結局色恋なんだよ。結局俺は配信者として見てるって言ってるけど、下心で見てるの。みんなおっぱいで見てんのよ。みんなその可愛くねえよとか言いながらエッチな目で見てんのよ、みんな。だからね、要は女の賞味期限みたいな感じなんだと思うよ。悲しいことに。雑談どんだけ上手くても。だからね、そこだよね。男はさ、ぶっちゃけ下心なんてないじゃん。ねえ、かっこいいとか、ねえ、ないよ。俺ね、実は、いい質問ありがとう、ポンタさん。俺ね、本番めちゃめちゃ強くなるタイプなの。本番ね、子供の頃からそうで、すっごい集中力とすっごいパフォーマンス発揮すんの。だから、あの、水泳習ってた頃は、水泳の大会で、あの、本当だよ、これ。本当なんだけど、俺記憶ないんだよ、緊張しすぎて。緊張しすぎて記憶ないんだけど、最高のベストタイム出して、あの、ジャンプ台から飛ぶじゃん。あの時すっごい5メーターのフラッグに、ケツが擦れそうなぐらい飛んだらしいの。で、あの、お母さんたちが上から見てて、飛んだって叫んだらしいよ。飛んだって全員叫んだらしいよ。もうあんまりにも跳躍力ありすぎて。あと、その空手とかも試合とかが、その、内輪であった時も、そう、スイッチ、もう緊張しすぎて、こうなって、そう、バーンって行くタイプなの。だから本番はめちゃめちゃ強いの。ライブの時とかもそうなの。お前本番強いよなって昔から言われんの。ただ、本人はもう入りすぎて記憶がないのよ。そういうタイプ。だから本人覚えてなくて、もうなんだかわかんないけどやってるけど、記録が出たりとか、いいパフォーマンスが出るタイプなのよ。本番めちゃめちゃ強いの。気負いすぎなぐらい、その気持ちが入りすぎて、前の日寝れなくなって、もうバーンって出るタイプ。うん。だからね、いいと思うよ。
捨て頃はね、むしろファイトなわけだ。だけどね、それが裏目に出るとスタミナ切れちゃうから、静かに冷静に淡々と、その、なんつうの、ファイターって違うんだよ。カッとなってもダメなの。殺気がありすぎてもダメなの。だから、殺気を込めながらクレバーになんないといけないのよ。だから、もう、楽しみですよ。俺は正直、本当にドレさんに言われた言葉を覚えてるんだけど、本当に、最後の最後何が試されるのかって、試合当日、相手もそうだから、相手も緊張してる、相手も怖いじゃん。その時に何が出るかっていうと、要は死ぬ覚悟をしてるかなんだって。要は、撃たれても体ぶっ壊されても、俺は構わないっていう覚悟の量が試合に出るんだって。最終的に。要はこの試合で俺はもう死んでも構わねえっていうやつが強いんだって。だから、そこはさ、一番俺は技術もなくて一番体力もないんだよ。だから、それは見せたいよね、気持ちは。もうそれしかないんだもん、俺には。あ、こいつ死ぬ気だっていう。あ、こいつ命捨ててるわっていうのを見せたい。本当に。一番弱っちくて一番下手なやつが勝っちゃったよって。気持ちだけで。才能に恵まれたやつが勝っちゃ、ね、才能に恵まれて、ね、強いやつに勝っちゃったよって。うん。そういうものを見せたいね、なんか。うん。それしかないと思ってる。もちろん練習もするし、フィジカルも体力も技術も上げていくけど、最後はハートでしょ。だって俺にはそれしかないもん。ハートだけでやってきたんだもん。怖えよ、ヒカル君とリングの上で戦うの。ドレさんと向き合うの怖いよ。タツヒコさんに殴られるの超痛いからね。うん。精密機械のようにパンチを出すっていうよりもね、こう言っちゃうんだよ。わかる？喧嘩と一緒で、本当に殺してやるって言っちゃうの。だからこんなの当たんないでしょ。だからもうこの時点でわかるんだもん。どれが来るか。こう言って、こう言っちゃうのよ。こう。こんなの当たんないのよ。この気持ちを持って、殺してやるって言ってパパーンってやんないとダメなのよ。パパパパーンって、こう。こうコンパクトに。こういかないとダメなのよ。わかる？この、殺気は込めていいの。でもクレバーに冷静にパンチ弾いてこうとか。わかる？こう、頭振るとか。的を外して、こう、もう殺気を込めながら、こう、連打しながら撃って、避けて。これなんだよ。これが難しいの。要は、気持ちと体がリンクしないのよ。素人だから。染み込ませてないのよ。体に。アスリートはこれができるの。要は、冷静な時は、よし、ガード引いて、よし、様子見よう。攻める、攻める、攻めるってできるのよ。でも俺の場合はまだ素人だからこの野郎ってなっちゃうの、こう。これがダメ。こんなの当たらないの。ましてや相手はさ、スポーツマンで反射神経がいいわけよ。もう全部避けられちゃうのよ。隙だらけだかんね、こんなの。ガラ空きだよ。カウンター入れ放題だよ、こんなの。だから殺してやるって思ったらもう、こうガード上げながらこう、殺してやる、殺してやる、殺してやるってこうやってやんだよ。ああ、死ね、この野郎っつって。細かくパンチ、パンパンパンって。パンパンって。これが難しい。気持ちと体のリンク。うん。精密機械じゃないんだけど、気持ちは大事なんだけど、その、気持ちを乗っけながらクレバーに、ジャブ、ジャブ、細かくっていう。難しいでしょ。これがね、難しいんだよ。だから、プロの世界はそういう世界なんだよ。相手を殺す。覚悟を持って殺されても構わねえ。でも綺麗にコンパクトにっていう。練習だよね。もう、これしか打てねえっていうぐらい体に染み込ませんのよ。もうガードは絶対この位置とか。そう。この位置ってずっと脇締めるとか。つって。マイク・タイソンなんかこんなだよ。こうやって。こんなのだってさ、マイク・タイソンってこんななんだよ、ピーカブーって言って。これだよ？当たらないよ。当たっても効かないんだもん。すごいよ、プロのアスリート。俺はだから格闘技やってますっていう人はどんな人でも尊敬するようになった。格闘技のキャリアのある人、体を磨いてる人、日々戦ってる人、毎日この怖さと戦ってるんだよ。
そんなね、ストリートで喧嘩自慢なんかやらないよ。こんな毎日、こんな怖い思いしてる人は。自分のパンチで人殺せるし、相手殴ったら壊れちゃうっていうのよくわかってるんだもん。自分を追い込む作業じゃん。心も体も。かっこいいよ。だから、親父、プロのファイターだったんだけど、格闘家だったんだけど、家にトロフィーがこんなにあんのよ、もう。もう部屋のクローゼット開けたら全部がトロフィーだったの。賞状とか。でもそれも3分の1ぐらいで全部捨ててて、親父は飾らなかったの、部屋に。ダサいっつって。で、お袋が捨てない、捨てたくないっつって、俺の部屋に押し込んでたの。で、俺のクローゼットガッて開けるともうトロフィーだらけなの。あの時に、親父、今練習するようになって親父の偉大さがわかるようになったよ。うん。いろんな世界大会とか日本大会優勝とかさ、もうブワーってあんの。あ、こんなことを毎日やってたんだ、俺の親父はって。すごいなんかね、やってみてよかった。その、うん、親父がやっぱ格闘家だったの、凄さがよくわかったね。あ、ちびたごめん。ちびたごめん、見てるかな？スルーしちゃってた。ごめんね。ふぐたさんもごめん。ちょっと、トークに熱くなっててコメント読めなかったわ。でもやっぱプロになるには2年3年かかるね。毎日本気でやってて。カーレーサーとかバイクレーサーとかどう？やっぱ同じでしょ、スポーツは。でもそれこそモータースポーツなんかちょっと間違えたら死ぬわけじゃん。だってすごい倒すしさ、すごいスピードだよ。で、身一つなわけじゃん。なんかさ、あれもすごい世界、集中力とマシンを体に変える、ね、体のみたいに使わないといけないわけでしょ。俺らは体だけでもう大変なわけじゃん。こうパンチ一個、ガード一つでも大変なのよ。だってこうやってれば負けないの分かってるんだよ。バカでも分かるんだよ。こうやってればいいんだから。これができなくなるんだよ。こうなるんだよ。最終的にはこうなるんだよ。はぁ、つって。見たでしょ俺のダダッコパンチ。あんだけ練習してこんなになっちゃうんだよ。ゴンタいらっしゃい。リナンさんハートありがとう。こんなんなるんだよ。はぁ、はぁって。こうやって、こうやってやってればいいのに。だって9分間こうやってやってれば勝てるんだよ。こうやって。簡単じゃん。これができないんだよ。相手も殺しに来るから。相手も一緒なんだよ。必死なんだよ。すごい怖いよ。特にヒカルくんなんかさっき込めてくるからね。ワドさん、ワドさんいいっすね。ワドさん、強くなってますよ。つって、あ、いいっすね。つって、こうやって笑いながら殴ってくるんだぜ、あいつ。バイさん、強いっすね。バイさん、やっちょやっちょって言いながら殴ってくるんだよ。あれおかしい。バトルクレイジーだよ、あれ。笑いながら人殴ってくるんだから。あれやべえよ、ほんとに。こっちはね、運動したことね、ニートだぞって。手加減しろ、この野郎。つって。空気読め、うん、どれさんには市内でしばかれるしよ、うん、恥かかせんなよっつってもう参っちゃうよ本当に。配信者だぞ俺って。なつさんは一つ、うん、みんな熱くなってるからさ。しかも知ってた？一番最初の頃竹刀持ってたんだよ。それで俺ケツぶったたかれてたんだけど、前回金属バットに変わってたからね、うん。なんで武器がちょっとグレードアップしてんだよ、お前。次は何が出てくるんだ？次バールかピッケル出てくるんじゃねえかって言われてたんだよ。なんか竹刀持ってたの？次の日になったら金属バットに変わってんの？ドレさん持ってんの？次何出てくるんだろうってリスナーがちょっとなんか期待してんのよ。なんか武器がグレードアップしてんの。毎週毎週小ネタ仕込んでくるからね。うん、参っちゃうよ、本当に。最終的にはチェーンソーかなんか持ってくんのかな。ショットガンとかこうやって持って、わざてめえこの野郎ってやんじゃないの。お前、俺のこと恥かかせんのか、この野郎っつって。
ガシャンっつって。おいっつって。おドレハラさんおっかないよ。いや、結構、バチバチ叩かれたよ、俺。おい、てめえ、この野郎っつって、わーって、わざーって。立てとか言って、俺ケツ叩かれたから。わざ、立て、この野郎とか言って。なんで俺、殴られてダウンしてんのに、ドレさんに殴られてんだろうと。ダウンして、テンカウントしないといけないのにさ、なんかドレさんが俺のことボコボコにしてんだよ。ちょっと待てっつって、これただのいじめだろっつって。倒れてる選手、市内で殴ったらダメだろ。ドレハラさん、おっかねえかんな。格闘技の師匠、おっかねえんだよ、ほんと。ドレハラさん。金属バット持ってきたとき、正気かよって思ったもん。釘打ちバットになってたりしてね。ねバレーにはね。あれはちょっと引いてたらしいね。ちょっとやりすぎじゃないって。面白いけど。キャスリボー、嘘。キャスリボーさん、じゃあ俺拡散しようか。嘘。ちょっと待って。キャスリボーさん。ちょっと待って。拡散しようか。あ、来た。おい、みんなリツイートよろしく。キャスリポさんの俺のツイッターでリツイートしたからみんなよろしく。盛り上げてこう。みんな俺のツイッター、リツイートしてください。よろしく。シャンマンを、逃がしませんよっていう。次、水鉄砲かな。あのさ、昔さ、流行ったやつなかったっけ？あの、丸いボンベをこうつけてさ、カシャ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 ってやるやつ。あれ流行ったよね。あの、丸いボンベつけて、すっごい水圧の水鉄砲。あれ欲しくない？あれ、まだ売ってんのかな？すげえかっこいいやつ、カラフルの。こう、タンクがついてて、水圧でさ、こうカシ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 ってやるやつはなかったっけ？あれすげえ流行ったよね、一時期。俺がガキの頃。20年ぐらい前かな。あれいいよね。みんな拡散よろしく、ツイッター。あれ売ってる？まだ。あれでちょっとイベントやりたいよね、なんか。外でさ、夏場だしさ、水鉄砲バトルとかさ。そう、ちょっとだけ高級なやつ。なんか水鉄砲、ウォーターガンだっけ？ウォーターガンってまだあんのかな？ウォーターガン。ウォーターガンか。おはよう、みかん。あったあった、そう、ウォーターガンだ、ウォーターガン。ああこういうおもちゃいいよね。なんか子供の頃さ、持ってるやついて、すげえと思ってみんなで遊んだもん。俺は持ってなかったんだけど、友達がみんな買ってて。いいよね。こういう、子供のおもちゃいいよね。おい、ボンちゃんお帰り。水鉄砲とかね、水爆弾も楽しかったじゃん。あの、ゴムのやつでさ、水道にビーってやってさ、キュッて縛ってこう投げてさ。面白いよね。ああいうの。シャンマン捨て子のね、マイパフォーマンスやってくれるって。うん。だからみんなで、俺のツイッター拡散して、キャスリポさんのツイッター出たから、みんなで拡散しようよ。タバコの銘柄はね、俺、アメリカンスピリットっていうやつ。オーガニックのタバコで、これね。オーガニック。アメリカンスピリット。ねウォーターガンでイベントとかやりたいよね。なんか夏場みんな水まみれになってさ、海とかでシャワー浴びて。マッチメイクは無理よ、さすがに。今からマッチメイクは無理。サバゲーもやってみたいんだよな、俺。サバイバルゲーム。俺の声めっちゃ好き。ありがとう。大阪行くよ、俺。旅配信、15日復活するのが決まったから。10日が捨て頃しょ？で、5日間休憩入れて、5日目から、復活します。牧場入り？
目に入ったら危ねえよな。子供って残酷だよね。アメスピはね、持つよ。添加剤、増粘剤つって、火が燃えやすくするやつが入ってないから、ナチュラルなタバコだけだからね、1.5 倍ぐらい持つがいいんだよ。うまいよね。コスパ悪くないよ、アメスピは。みんな言うけど。いやでも青春じゃん、レノバさん。若い頃のさ、そういう、ちょっと子供の頃嫌だったことでもさ、大人になるとさ、いい思い出になるんだよ。いつ頃になるかなぁ。わかんないけど、待ってて、みかんさん。うん。みかんさん待っててよ。うん。必ず行くから、大阪。そしたらリアトズして。そしたら俺、リアトズ1万人の旅ってやってるから、これ。うん。今何人だっけ？今ね、リアトツ1万人の旅72人だから、まだまだ終わらないよ。まあ21日しかやってないけどね。復活するから。今帰宅中だから。日付はストップしてるけど。うん。うん、待ってて。必ず会いに行くから。必ず会いに行くからさ。あ、リアトツしてん、ボンちゃん。大歓迎だから。その時ね、1000円支援してくれたら、ステッカー1枚プレゼントっつって、まだ1枚しか種類ないんだけど、旅の資金支援してくれた人にはステッカーをプレゼントしてるのね。で、このステッカーも種類増やすから、今こういうデザイン。ちょっと高いんだけど、1000円で1枚プレゼントしてるんで。これ、布製のステッカー、サテンのね、キラキラして光沢のある感じだから。これ結構デザインいいっつって、喜ばれてますよ。新宿行けばいる？あ、新宿だって俺庭だぜ。全然。LINE ちょうだい、ボンちゃん。俺 LINE 公開してるからさ。あ、とんでもないです、ニーニーさん。頑張るんで、イベント。絶対勝つんで。よろしくお願いします。ぜひよかったらフォローしてください。あ、マジで、エレノバさん。大阪のリスナーさん結構多いからね。うん、よろしく。もう今度ね、捨て子の時にはもう一枚、ステッカー種類増やしてやろうと思ってるから、今はね、この白黒タイプだけど、今度赤いバージョンで作るから、よろしく。うん。頼むよ、みんな。あとね、ステッカーも、郵送販売、インターネット販売もやるんで、ちょっと待っててください。今、仕組み作ってるんで。欲しい人は、銀行振込でとか、代引きとかでできるようにするんで。勝ったらなんか、ね、まずギャランティーが3万円なんですよ。全員統一で。石川紀之さんとかの解説とかもギャラが3万円は確定。で、勝った方には金一封出るって言われた。だから金額はまだ発表されてないから、それは便所太郎さんの続報を待とうよ。いくらなのかはまだ聞いてない。勝ったらもらえる。で、MVP って言って、試合全部の中で優勝した一番いい試合か。一番いい試合した人にもまた金一封出すって。ねえ、MVP 取りたいよね。みんな会場沸かせてよ。俺、水にゃん東京だと思ってたら、あれなんだ。大阪の方なんだね。まあこれだけね、体張ってね、これだけ長期間でね、3万円は安いとか高いとかいろいろあるけど、ギャランティー出るだけ、出すだけすごいよ。便所さんさ、すごいと思わない？ギャランティーちゃんと出すんだよ。だってもう40人、50人ぐらい参加者いるから、その人全員に3万円って120万ぐらいギャラかかる。うん。リアトツは配信者も、ほんとね、ルールはここに書いてあるんだけど、リアトツ1万人の旅。はい、放送中はいつでもリアドツ大歓迎です。配信者、リスナーさんは問いません。生放送も可能です。顔出し NG の方はマスクをつけたり準備をお願いします。コラボ OK ってことね。で、差し入れは NG です。荷物になってしまうため。うん。1000円の支援です。せっかい1枚プレゼント。サインが欲しい方はマッキー持参でお願いします。支援をしていただいた方は写真撮影も無料の特権付きと。宿泊移動手段アイテムの支援をお待ちしております。イベントコラボ企画など仕事がある場合は帰宅します。要は捨て頃の企画があるから今帰宅してるってことね。うん、こんな感じです。アンチさんはどつーはどつーありがとう。一応ね、ステッカーは売るっていう、買うとか売るじゃなくて支援していただいた人にプレゼントっていうことで、
そこだけね、買うって言って、売るっていう形じゃないから、そこだけお願いします。食べたいか、食べたい。大阪でしょ？大阪っつったらやっぱ、お好み焼きとかじゃねえのかな？なんかやっぱ、有名な店とか高い店に行きたいとかじゃなくて、ボンちゃんが地元で美味しい店を紹介してほしい。よく行く店とか、そういう方が嬉しいの。高くなくていいの。そう、高級店連れてってじゃなくて、ここのこれがうまいんだよみたいな、地元の人が知ってるものをやっぱ紹介する、したいから、放送で。ここのこれうまかったよね、ボンちゃんって言いたいじゃん。あ、東京か、ごめんごめん。あ、まあまあまあ、だからボンちゃんがさ、知ってる、ここのこれうまいんだよみたいな。ラーメンとかでもいいし。うん。山梨県は論外なんですか？うん、全然全然。俺は日本全国回るから。うん。だって、茨城とか、結構田舎の方も行ったよ。茨城の外れの方とかさ、福島も行ったし、宮城も行ったし、全然回るから。だけど、なんつうの、家の前まで来てとか、そういう無茶なことは言わないでほしい。主要都市には行くから、足は運んでもらいたいかな。なんか、みんなの都合で一人のためにね、あれするっていうよりも、みんな、多くの人がそこに集まってほしい。これ東京から全国回るわけだから、なんか、無茶ぶりは、ちょっとやめてほしい。うん。みんな遠くからわざわざ来てくれたりしてるから、みんなの都合もあるから、ここ集合ね、みたいな感じで。うん。ありがとう、ボンちゃん。うん。そうそうそう、地元の人のうまい店とか、子供の頃から通ってる店みたいなのが俺は好きなのよ。ね、高いところ連れてってくれる人もいるのよ。すごいフレンチとかを食わせてもらって、水戸でね、すごい店、フォアグラとかね、なんかノルウェーサーモンとかも、ドイツのチーズとかいろんなもんを食わせてもらったりもしたりとかするけど、俺はね、どちらかっていうとリスナーさんと、こう、わきあいあいとトークを楽しみたいから、なんでもいいよ。リスナーさん、俺はね、何を食うかじゃなくて誰と会うのか、誰と飯を食うのか、誰とが一番大事にするから。俺はリスナーさんに会いに行く旅だから、あんま気使わないで、接待みたいな感じじゃなくて。で、一番本当に助かるのはステッカー買ってもらえることが本当に助かる。本当に金がないんだわ。だからステッカーの種類増やすから、お金に余裕のある人は、そう、旅の宿泊代とかさ、交通費を支援する感覚で、ちょっと1000円とかさ、ステッカー1枚ちょうだいみたいな感じで言ってもらえると本当助かる。ねえ、タカヤンなんかステッカーね、10枚買ってくれたっていうかね、10枚分支援してくれたもん。すごいよね。多い人だと20枚分ぐらい支援してくれたり。みんなすごい支援してくれて助かってるんだよ、ほんと。それが一番助かる、正直。うん。高いとさ、やっぱ、ね、俺貧乏舌だからさ、そんなさ、汚ねえ格好してるのよ。汗臭い T シャツにリュック背負ってるわけだから。そう、ドレスコードの店とかさ、困っちゃうからさ。だから、いいんだよ。まあ、高い店もね、経験になるからありがたいんだけど、そんな接待みたいな感じじゃなくていいっすよ、みたいな。それよりも飲みましょうよ、みたいな。わきあいあいと。うん。毎度さんはどつ？毎度さんいらっしゃい。うん、みんなとさ、遊びたいの、俺は。うん。ああ、ぜひぜひ。ぜひぜひお願いします。あとね、地元の観光スポットとか、なんかそういうところを教えてもらえると嬉しいね。ここの、この地域が面白いよとか、東京の人だとこういうのないでしょとかさ。やっぱ、リスナーさんが一番見たいのはさ、風景とか景色とか、地元の人どんな感じなのかとか、そういうのが見たいから、なんかその地元のディープな場所を教えてもらいたいんだよね、ほんと。あそこに変なおじさんいるよとかさ。地元の人だけが知ってる情報を頼りにどん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 攻めていきたいの、俺は。あそこの風景綺麗だとか、うん、そうそうそう、ご当地を見たいんだよね、みんなね、うん、全然悪いよ、全然いつでもいいよ、飯食おうよ。でも、バレーニョなんかそんな遠くないんだからさ、今日空いてるみたいなノリでいいじゃん。うん、キャスバー行こうよ、二人で、とかさ。
あ、全然いいよ。兵庫でも大阪でも、都道府県は全部回るから、むしろ1万人の旅だから4周ぐらいするんだよ。4周ぐらいぐる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 回って4年ぐらいかかるから。うん。ぜひぜひ、みんな、地元のライブハウスとかいいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。ふぐたさん。うん。そういうのがいいよ。金かかんない方が気が楽。うん。缶ビール60個ありがとう。あーいいね、一泊。あとね、そうなんですよ、安彦さん。宿が大変なの。本当に金かかるんだよ。俺、ここの家賃6万円で、光熱費とか考えたら結構飛ぶじゃん。ここを維持しながら、なんつうんだろう。ここの維持をしながら、あれするんだよ。なんつうんだろう。なんつうんだ。ネットとかも、ね、満喫とか借りるから、例えば2500円満喫一泊したとしても、1ヶ月さ、宿泊代だけで、いくらぐらい飛ぶ ?7 万5千円ぐらい飛ぶじゃん。だからもうほんと30万ぐらいね、稼がないとね、旅配信できないんだよ。うん。だから宿はほんと助かる。宿と車出して隣の県まで送るよみたいなのはほんと助かる。うん。ここはね、アパートだからちょっと安いの。うん。ここは12万、13万するからね、ワンルームでも。あ、そうだ、俺、親父に電話してねえわ。親父に会わないとな。親父にちょっと電話して、親父に会いに行こうかな。なんかもう、しばらく1年ぐらい会ってなくて、で、旅に出る前に電話するわ、っつったけど、親父に電話して、親父の家泊まろうかな、今日。ちょっと親父に電話してみるわ、放送終わったら。あ、早めに連絡っていうか、安彦さん、もう本当に放送でずっとぶん回してるんで、あ、もうそろそろ来るなと思ったら、ワドこっち来いよって言って。俺近くに住んでっからこっち来いよ、みたいな。うん、高知近いっしょ、みたいな。俺実家はね、もう家族と縁切っちゃったから亡くなってるようなもんなんだよね。山梨いいところたくさんある。うん。いや、いいっすよ、いいっすよ。地元っぽいところがいい。高級旅館なんていらない。俺なんかさ、布団で寝れるだけでもう泣きそうになるんだから。家に泊めてもらったりとか。よっちゃんいけいらっしゃい。風船ありがとう。お父さん怖くはない。優しいけど、怒ったらもう、ほんと、俺は殴られたり暴力振るわれたことないよ。ただ、親父は怒ったら怖いよ。血だらけで帰ってくるからね。もうほんと、ワイシャツが真っ赤に染まって帰ってくることなんかザラにあったよ。おー、強いから。あ、もうね、暴力は振るわないんだけど、暴力を振るっていじめっ子が大嫌いなのよ。だから、いじめられっ子とか見たらもう、なんつうの、外人とかが、なんか喧嘩とかしてると、もうそのまま入っていって、こう、バッカーンみたいな。すごい、そんなん見たよ。何回も。電車に乗ってて、韓国人の人が、ドイツ人かなんか二人組になんか、いじられてて、差別されてて、で、親父が目が切れた瞬間にお袋が、高光行くわよって。高光他のって、もう、俺はなんだかわかんないから、え、お父さん何みたいな。何みたいな。連れてかれたらもう親父が隣の車両でボッコボコ暴れてて。帰り地びちゃびちゃ。めちゃめちゃ怖い。もう本当に。もう弱い者いじめ大嫌いなの、親父は。荒野とのトラブルは、荒野とのトラブル、じゃあ、ちょっと紹介しますか。荒野とのトラブルはこうなりました。ちょっと待って、みんな。4日ぐらい前に、荒野が、ずっと俺のこと煽って喧嘩売ってたんですよ。それ知ってる?みんな。ちょっと待ってね。ベビケアエムズ提供。うなちゃん参戦ではないね。マイクパフォーマンスで来てくれるって。荒野が、リングの上で白黒つけようって言ってきて、おーおー、みたいな。なんか、ワード、リングの上、男だったらタイマン張ろうぜ、みたいなことを言ってきて、結局、こうなりました。ちょっと待ってね。荒野。この辺かな。ちょっと待って。こっからだね。そっか、みんな荒野との行き先気になるよね。知ってる?荒野がずっと俺のことディスり続けてた、その後。見る?みんな。うん。荒野が、俺の誕生日の日に、なんか俺のことみそっかすに言って、鮫島さんもぶち切れて、
3ピンもぶち切れて、もうぐっちゃぐちゃになったんだけど、その後こうなりました。ちょっと待って。その後こうなりました。いきます。本気でいくよ、お前。殺されちゃうぞ。はい。よし。で、なんか練習してる時に荒野がいて、なんか知んないけど荒野がいて、こうなりました。煽ったのは知ってる？結末は、その日なんだけど、その次の日になんか荒野が練習場に来てて、こうなったんです。なんかめっちゃ荒野の方がみんな上に刺しやすいけど、ワダさんも悪者みたいな。いや、またディスったんじゃなくて、その後の結末知りたいだって。どうやる気は、まあ、カズレチェぶっ飛ばしたよな。うわ、当時がもう湧いてる。いいか、これは若いし、今レッドの中だけです。お前が思ったんだから、はい、男らしく一着つけろ。はい、刺しで。男なら刺しでやる。じゃあ、どうしよう、皆さん。誰も助けてくれないと。3分行っちゃうの、はい、?2 分は。1対1だな。2分半。上等です。2分します。2分半でいい。2分でいいな。2分でいい。ちょっと待ってください。1回セットします。本気で行けよ、お前。殺されちゃうぞ。はい。よし、じゃあ行きますよ、皆さん。皆さん。じゃあ、よーい、スタート。おぉ、おぉ、そっぱなから、おい、おいいぞ、おい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 、いいぞ。あ、もう炭でいく。すげえな、炭で。マジでこうよ、マジで。マジでやばい、マジで。こうよ、マジで。すげえ、こいつ根性あるぞ。おぉ、ナイス、アギ。おぉ、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 いいよ。おぉ、どうした、おぉ、何秒？ 3 秒？今1分20秒。今夜21歳。あと1分しかない。あと1分20秒。2分半でよくない？まあ、一応2分にしたんで。今夜本気だったよ。うん、本気で蹴ってきたよ。ローキック狭いってるの大丈夫か？あ、ラスト1分、ラスト1分行きますよ。あ、ポテスさんそんな若いんだ。なかなかいい気合じゃないか。声は小さいよ。おお、あれあれ、ちょっと気をつけろ。うん、残り30秒、頑張れ。残り20秒、集中しろ、集中しろ、ラスト、集中しろ、頑張れ、構えろ、構えろ、ラスト行け、行け、ラスト行け、ラスト行け、7、6、5、4、3、2、1、OK。 俺は身長170だね。まあ、この動画、ヒカルくんとか、キンバエさんとか、いろんな人が戦ってるんで、この動画、チャンネル登録しておいてください。ここに、2時間半の練習全部載ってるんで、チャンネル登録ぜひお願いします。いろんな動画があるんですけど、チャンネル登録しておいたら、捨て頃の、過去の試合とかも全部見えるんで、登録しておいてください。全部、動画残ってるんで、スパーリング。うん。結構迫力あるよ。いろんな対戦カードがあって。もうちょっと言ってよな。うん、もうちょっと言ってよ、スパーリングなんだから。面白いよ。みんなの練習風景見れる。この後は、だから動画見てみて。うん。YouTube で全部見せるわけにいかないから、チャンネル登録しておいてさ、この動画2時間半暇な時、あ、1時間半か。暇な時見てみてよ。
はい、ワード2。そうそうそう。そうやってローキックのカットができれば慌てる必要ないんだよ、今みたいに。結構面白かった。相手バランス崩してるから、カットしたらすぐ攻撃なんだよ。そう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 。いやまあ本気でやったらね。ここにいない。さま姿勢まずですよ、ヨッシーさん。ネタじゃないです、ネタじゃないです。あの、僕のツイッター見てください。僕のツイッターに情報出てます。さていいでしょ。ミカセ行ってらっしゃい。そうそう、あと絶対、そのコンビネーションだよ。パンチロ、パンチロ。今日はいいよ、すごくいいよ。いろんな人の練習見れますよ。今まで一番いいよ。だからそれまっすぐ顔上げて、顎上げて入ってったら簡単もらうぞ、お前。呼ばれなかったね。行きたかったんだけど、呼ばれなかった。ペニーさんとか行ってきた。そうそうそう、そういう少し頭つけ。そうそうそう、そうそうそう。そう、うまい、うまい、ナイス。いい人だった。あ、よかったよかった。いいぞ、ワード。残り30秒。迫力あるぞ、うん、結構この動画見応えあるよ、うん、いいじゃないか、今日いいじゃないか。マニアさん、どれだに抱かれたいの。マニアさん、男の人じゃないの。まあこういう、こういういろんな人との練習、例えばヒカルくんとドレさんとか、俺もなかなか見応えあるでしょ。ねえ、こういう貴重な映像がある、結構見応えあると思うよ。ヒカルくんと金梅さんとか迫力あるでしょ。ほら、これは練習ならではだよね、うん、貴重映像見れますから、皆さんチャンネル登録よろしくです。そう、初彦さんは楽天の三木谷さんにそっくりって言われてる。何回でも出たらそれまで。3番、そう、マイクパフォーマンス、パンチ打て、右ストレート。いや、あの、大阪の人だから、会長さんは。おい、ラスピード。でもね、これね、金梅さん卑怯なの分かる？これね、実はね、金梅さん超卑怯で、金梅さんね、亀田光輝と同じことやってて、グローブがね、小さいんだよ。ヒカルくんが16オンスでね、金梅さんね、10オンスでやってんだよ。なんか、なんかね、やたらパンチ入るなって言ってたの。練習の時は、パンチ、金梅さんのもらわないのに、ヒカルくんが、やたらなんか今日のパンチ、金梅さんのパンチ切れるんすよって言ってて、そしたらなんか、俺のグローブや、10オンスだから、とか言って。そう、金梅さん、亀田光輝と同じことやってる。やたらパンチ入ると思ったらグローブ小さいんだよ。あー、どっちが勝つだろうね。ずるいよね。笑ったわ。せ、はい、こいよね。グローブ小さいんだよ。おい。やたら入るんだよね。ヒカルくん。ヒカルくんがね、ハテナマーク。ドレさんの動きも見たい。おい。ドレさんの動きも、じゃあ、次やろう。金ちゃん行け、金ちゃん行け、最後30。いい形で終われ。おい。おい。右ストレートねえ、金梅さんらしいよね。下向くな、やめて。やめてってなんだよ。どれさんの動きやろうか、次は。ドレさん。ドレさんは、この辺か。いや、芸能人じゃないよ。配信者は配信者よ。ゴミクズですよ、ゴミクズ。俺ら、こじきだから、うん。ホームレスとかでしょ、俺らは。インターネットホームレスです、うん。これがドレさんの動きかな。うん、
はい、ワード2いらっしゃい、楽しんでて。もしよかったらふわっちもフォローしてください、お願いします。ふわっちもフォローお願いします。いや、無職です。まだまだ地位は低い配信者。これがまあ25年格闘技やってる人の動きだよ。トレさんは総合、いや組み技とかありの人ね。で、もともと一番最初はボクシングから始めたらしいね。だからフリッカージャブ使える。ドレさんの体ラオウみたいだよね。うん、ガタいいよね。うん、行っちゃうぞ、カットしないと。すごいよ、動きがすごいよ。53歳の動きじゃねえよこれ。行っちゃうぞ。パンチが当たんないもんな。目もいいし。うわっ、やった、ヘビー級だもんな。いや、すごいよ。やっぱ軸がぶれない。やばいよね。重いし、速いし。ナイス、すごいよね。本当にすごい。いや、もうすごいよ。やっぱこれが、やってる人の動きだよ。辰彦さんも強いしね。これ強い相手同士だからこうなるんだよ。相手が、これくらいやっても大丈夫。信頼感があるからできんの。俺とかだったらこんなに強く蹴らないもん。無駄な動きないよね。ヒカルくんも強いよ。今の時間差ローキックもいいしね。時間差ローキックもよかった。俺とヒカルくん見る？じゃあ。俺とヒカルくんやったよ。ヒカルくん、こっからかな。わかるでしょ？ドレさん強いっていうのが。こういうのがやっぱね、試合当日面白くなるよね。どっちが勝つんだろうみたいなさ、リスナーさんからするとさ、もうテンション上がってくるわけじゃん。練習風景とか見ると。誰が勝つかなみたいな。ねえ。こういうの楽しいよね。貴重な映像だよね。もしよかったら全部ゆっくり見れるから、チャンネル登録しといてね、みんな。下に URL 貼ってあるから。会長との試合もう見せれるよ。あるよ。会長とやつある。俺会長にボッコボコにされたよ。会長の動き、会長の方見る？もっと言って、つって。会長のやつ見ます。よいしょ。会長の、2週間前のやつになるけど、どうする？こっち見たい？それとも会長見たい？どっちか書いて。今のやつ見たい人は今、会長見たい人は会長って書いてください。会長見たい人は会長。今のこの試合見たい人はこれって書いて。ドレさんは子供いないでしょ？会長見る？ちょっと待って。会長の方流すか。会長こっちかな。ちょっと待って。じゃあ会長の方流すね。こっちかな。ふわっちじゃなくて。会長こっちか。ちょっと待ってね。設定しまーす。設定しまーす。会長。会長が見たい。うん。よいしょ。ちょっと待ってね。録画してあるからね。こういう時便利だよね。高画質で見れるからなおさらいい。あれ？画面サイズおかしいな。こうして。で、あれ？あれ？ちょっと待って。こっち側か。もっとある。あったあった。この辺かな。これくらいかな。うん。よし。バッチリ。高画質かな。バッチリかな。オッケー。いくよ。両方？ちょっと待って。会長は、俺が会長にボコられるやつはどれだろう。あ、この辺から見ようか。じゃあ、俺 VS ヒカルくんから見ましょう。これは調子悪かったよ。ちょっ
調子悪かったよ。足だけとか手だけ意味ないんだ。見えてる？ OK。あ、ごめん、ヒカルくんからになっちゃう。チエさんごめんね。ちょっと3分で終わるから。ね、うん、こんにちは、チエさん。もらって下がって終わりじゃなくて、もらったら絶対返す。見えてるよね。え？セフィゾンさんも一緒にやりたい。行くよ、うん、はい、見えてる？ OK。3分待ってる？11分で計算した。グローブが大きいんだから、もらわないから、そんなに。そうそうそう。まだちょっと振りすぎ。これフルスイングして。振りのターン。止めるターン。ウェイ。なんか、気になってるな。手からじゃない、手から足までだぞ。まだ真ん中ってですね。見すぎ見すぎ、行かなきゃ。終わっちゃうぞ、行かないと。ウェイ。体調悪かった、ね、おい、休憩で返せ返せ。こっち来そう。ライク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 。これ鼻血出てんの。打たれすぎて熱くなりすぎて鼻血出ちゃった。でも気づいてない。タオル持ってないの。いや、みんな本気なの分かったでしょ。私のタオルあるよ。ネタじゃないんだこれっていう、イベントガチなんだっていうの伝わるでしょ。ライトスパタオル。練習でこんな感じだから本番やばいと思うよ。こうやる。次会長ね。ホタルさん1分で上げるんだぞ。1分で強いよ。ヒカルくん強いよ。まあまあしょうがないでしょ、うん、でこの後会長にボコボコにされるから順番が分かんないです。体力なくなったらもうね、暗いっぱなしになっちゃう。みこつさんいらっしゃい、もしよかったらフォローしてください。最後手は暗いっぱなし。分かったな。会長さん、うんこ漏らしそうだからボディで。で、この会長さんっていう人は金梅さんのトレーナーさんで、金梅さんにあの指導をし、セコンドの人です。みんな知ってる？会長さん。うん。この人は金梅さんのセコンドの人ね。フォローありがとう。いや、連続きついよ。鼻血で体力奪われてるし、呼吸ができてないもん。だ、息上がってるでしょ。まだこれ仕上がったらもう、あれだぞ、やられちゃうぞ。もう鼻血で呼吸できてないから、体力、2ラウンド目だね、これは。足動かして。強くじゃない、強くじゃない。足動かして。いや、時間でやばいな。もう相手も強く来るぞ、前に強くければ。もう会長が、そう、金梅さんのセコンドさんね。すごい強い。少し抜いてやって、疲れてられた。少し抜いてやって。体調強いよ。蹴りが早い。まだ反応しないと。くれてもいいから反応しないと。かきんてけ。ちょっと待てよ、膝出しだろ。すごいすごい。膝入ったことなんだ。体
翔さんはね、34ぐらい。いや、苦しいだね。痛いし。痛いとかじゃなかったね。もうこれ、試合だとどうなの？相手の反則負けになるのかな？ローラ、勝ってしまうよ。カウンターじゃない。多分タイムストップ入るじゃないですか。まあ、5分もう要は鼻血と筋的で体力がなくなっちゃった。こっちの投げだったもんね。貫禄あるよね。筋的痛いっすよね。超きついっすよね。もらわないと分かんない、これ。筋的とね、鼻血でもうボロボロでしたね。恥ずかしながら。鼻血止まんないし。生まれて初めての金的でした。いい経験でした。会長わざとやってないからね。金的はね、金玉がずーっと上に上がってきて、うーって感じ。だからみんなジャンプするでしょ。金的はずーっと金玉が上がってきて、で、チンコ取れてないかなみたいな。竿が。そう。そうなんですよ。この日はもう絶不調だった。だから竿がついてるかなとか。でもグローブつけてるから触れないし。超痛かった。痛いっつうかもうね、苦しいっていうか。もう何とも言えないですよね。やられないとわかんないっていうか。筋肉死にますよね、合同さんね。合同さんいらっしゃい。フォローよろしくです。男の人にしかわかんないと思う、これは。いや、筋的は本当に痛いんだって。笑えないよ。だから、この後の動き見たらわかるよ。どうなるのか。いや、笑えないよ。やられたら笑えないよ、本当。玉ひゅんだよ、玉ひゅん。もうね、小さいとかどうとかじゃない。もう本当笑えない。死ぬかと思うよ。失神しますよね、ほんと。体痙攣するし。深く入ったら。もうそれ以外は、ごちゃ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 やったら分けられるからね。さっきの光の時みたいに、このサバ降りたかったらすぐ分けられると。ワンサンすぐ分けに来るから。時間経ってるけど、息上がってるでしょ？息が治ってない。ほんと失神しますよ。もうほんと悶絶です、ただの。泡吹くまでは入らなかったけど、金玉がぐーって上がってきて、痛い、なんつうんだろう、もう、玉みたいな。ファールカップつけてないんだよ、この日。もろ入ったの。ファールカップなしでもろ入ったの。もう本当に痛い、なんとも言えない。痛いとかいうレベルじゃないよ。ですよね。でもいい思い出だよね。青春だよ。いや、もう、その日しこりましたね。その日しこったけど、この日血便出たよ。ストレスでこの日は血便出たよ。びちゃびちゃびちゃって血が出たよ。もう内臓やられてたんだろうね。まあ、それはね、原因はこの後見たらわかるけど。触った瞬間に入ったら、もう瞬間にそんな慌てないで。この日は悔しくて寝れなかったよ。この日は悔しくて寝れなかった。しっかり練習すればできるから。今やっぱちょっと。あ、気持ちわかります？ミートさん。初見さんいらっしゃい、はやはやさん。もし面白かったらフォローして。今ね、捨て頃の練習をみんなで見てんの。楽しいよ。みんな楽しんでて、まあ悔しくて悔しくてしこった。泣きのオナニーだよ。会長強えんだよ。第3ランド目はどんどん中身が思いっきりじゃないけどコンビネーション出して自分の知ってる技全部出すわ。バックハンドブロー試していいんだ、試し練習だから。ガードが硬いんだよね。
まあ、それも手だ、それも手だ。シャマンジャムの手だ。な、分けざるを得ないから。すごいよ。首相撲強えし。そしたら、本当にうまい回答。手出して、内側から。だから、近い距離でうろうろしてると捕まるんだ。飛びつき首相撲ね、これが。首相撲なし、首相撲なし。もう対処ができなかったな。もう息上がっちゃってるよね。近いな。近いな。試合の時はそんなのレフェリー決めるから休めないんだぞ。ブーメランフック当たんないっていう。首相撲はルールありです。ボクシングじゃなくて俺らはキックボクシング、ムエタイのルールですね。もう一回1分半から。なえるよな。アメリカ人は素人がそんなルールねえだろうな。途中でゴング鳴らしてゴング鳴らして終わりなんだよ。うっ、いっせダメだね、ボディもそうなったらダメ。やっべえ、思い出した、会長のボディ。ワンドでもいい練習なんだぞ、ボディもらったら効くんだから。いや、ムエタイルールですね。いやもうこの頃は記憶ないね。こっからはもう記憶ない。こっからはもうがむしゃら、こうもう体力切れ、ボディーできついよ。こっからもうこっボディー攻撃、残り30秒。あら根性見せろ、残り30秒。ついぜ体力切れてるところ根性見せろ。やろう、うん、風船ありがとう。気力だね、記憶がない。残り10秒、ラスト10カウント、足から10カウント、もう1回カウント終わりだぞ。練習練習、10でカウント。いやきついよ、もう悔しくて寝れなかったもん。頑張った、和田さん。で、これで2ラウンドだよ。これで2ラウンドだよ、みんな。これで2ラウンドだよ。で、こっからだぜ。笑ってるのはテルチャンピオン、対戦相手。対戦相手だね。悔しいよ、対戦相手に。あれ。で、こっからだぜ、まだあるんだよ。いや、もう、筋敵と鼻血で体力なくて、こんなんなってた。テクニックが全然違うんですよ、よっちゃんイカさん。この日は絶不調だったね。悔しい。そうそう、竹刀持ってんの、ドルさん。うん、そうだね、試合当日で見せたいとね。今のボディで聞いてたらちょっとやばいですね。走んないと。10% ぐらいです。近いな。ボディの練習したんです。試合再開まで10秒。ねえ、ボコボコにされちゃうよね。ゆでたまごさん、バーガーありがとう。あ、青じいらっしゃい。男の世界ですね、本当に。もうこっから見れたもんじゃないよ、3分間。もう。息するだけで精一杯だったもん。おい、ディフェンスが下がってガバガバだ。もうこっからはもう見れたもんだよ。ちゃんとカバーしとけば。鼻血と筋敵とボディでもうボロボロ。もう意識がないもん。もう地獄の苦しみだよ、こっから。こんなんだったら試合ではもう KO されるね。これだってローズ倒れるもん。一発に当たったら。もうぼーっとしてて息吸いたいっていう状態。もう呼吸がしたくてしょうがない、ずっと。もう地獄だったね。
もうこれは試合で見せたら終わりだよ。もうこうなったら終わり。うん、もう絶対負け。うん、骨折してるのはね、左の足の小指とすねだから、右すねはもう治ってる。小指はまだ折れてるけど。もう負けんぞ、これ、ペグに。サンダーアンドレこれだったら。うん。何もしてないで、動け、動け。サンマはね、マイクパフォーマンスで出てくれるってよ、ってごろ。うん、シャンマン出てくれるって。骨折してますよ、僕。二箇所ね。右のすねはくっついたけど。ちょうど半分だぞ。ニアは出せ。出せ。もう何でもいいからもう今日やんなくてください。出せ。はい。出せ。追い込んで追い込んで。はい、ワドツイ。はい。出せ。出すんだ。出せ。はい。出せ、出せ。はい、行こうな。出せ。終わった。お疲れ。はい。あ、これはね、レンタルジムです。レンタルジム。おい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 ラスト1分おいラストおい行かない行かない行かない蹴りを壊したら。おい打ってして聞かない腰入れてはい聞かな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 いはい蹴りだけ。はい打って打って試合もっと長い。はい。残り34秒。はい。はい。もう意識がね、ない。はい。お前、自慢の前で恥かくのかな。おい。俺にも恥かかせんのかな。おい。まあ情けないよな。なあ恥ずかしいです。情けねえな。情けねえ。笑うよね。なったっけね。これを知らないんだ。これ、やさぎさんやっと。じゃあ、他の人の見ますか。じゃあ、たつひこバーサスドレさん行こうか。たつひこバーサスドレさん。たつひこバーサスドレさんあるかな。たつひこバーサスドレさん。あ、チャンピンバーサス、あれもあるのか。じゃあ、これ見ようか。たつひこバーサスドレさんね。この後にやるから。この辺かな。いや、ドレさん見ようね。ありがとう。頑張ります。あ、ドレさんいらっしゃい。まあ、ドレさんのかっこいいところを見てください、皆さん。ドレさんのかっこいいところを見てください。辰彦さんと。これがプロの戦いですよ。これが格闘技経験者の。これは見応えあるよ。強いよ、二人とも。動きが全然違うから。シャンマンはね、マイクパフォーマンスで出てくれるって。うん。今日の今朝の枠で言ってたよ。うん。辰彦さん超タフだよ。超かっこよかった、この二人は。うん。これは見応えあるよ。うん。すごいよね。うん。これはかっこいいよね。でかいよね、ドルさん。うん。辰彦さんは地下格闘技25戦出てる。地下格闘技25戦。この二人は経験者。うん。フリッカージャブが冴える。コンビネーションと。やば、パンチ重っ。こんなん食らったら死ぬわ。すごいでしょ、これ。うん、いや、喧嘩しないしない。絶対止める。俺が責任持って止める。うん。うなは俺が守る。佐野は俺が守るから。うん。アウトサイダーとかじゃない。アウトサイダーみたいなやつね。アウトサイダーも地下格闘技の一種ね。うん。怖いよね。風船ありがとう。アイテムありがとう。うん。アイテムありがとう。やば。すげえ。ヘビー級のパンチすげえ。
残り1分。うん。うん、さんは戦わない。あの、マイクパフォーマンスです、初見さん。ありがとう、コメント。柴田はね、多分第2回出ると思うよ、捨て頃。遠いもんな。40万円のギャラ払えば出てくれるから。野間犬さん、風船ありがとう。ドルさん、かっこいいよね。うん。全部カットしてるっすね。これは、あの、誰かが、あの、怪我したら達彦さんが出る。リザーバーって言うんだけど、誰かが怪我したら達彦さん、ピンクのグローブの人が出る。強すぎるよね。よし、頑張った。あー、きつい。これはね、2週間前の日曜日。鈴木さん、手出したから最後10秒。俺の YouTube に動画残ってるから、YouTube、チャンネル登録して。もう一発ありがとうございました。すごいでしょ。これをね、今度じゃあ、テルチャンピンと、俺の対戦相手のテルチャンピンとヒカルくんね。これはね、2週間前の日曜日ね。もうあと1回か2回しかないから、練習も。この映像も、貴重映像だよ。あ、じゃあ、黒に映画が好きだ。あれはバカだな。あれ今、本番で。達彦さん配信者だよ。ふわっちで、達彦で、達彦で検索して。モロに組んだら衝撃や。いきますよ。もし YouTube で動画見たい人はこれ登録しといてください。これ面白かったっすよね、このカード。おい、胸借りていけ。そうそう、ナイス。いいパンツじゃないか。おい、もういいじゃないですか。どうすか、どうすか。おー、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 青山が戦ってる貴重映像。全員素人っすね。あの、ドレさんとピンクのグローブの達彦さん以外は素人。長いね、リーチが。うん。おい、ナイスロー。キリが、レイオン系。本番楽しみになってきたね。だんだんヒートアップしてきたね、みんな。チャンピンはね、スピードがあるんだよ、ね、反射神経もいいよ。フックかわすからね。見ててよーく。フックかわすから。ナイス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 ブレイク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 かなりやばい。怪我する怪我する。あの、チーターしゃがんでいいんだぞ。フックかわすよ。見てて。ほら。すごくない？反射神経がめちゃめちゃいい。絶対相手に、自分で笑え、最後。リーチ長いんだよね。そうなんだよ。いや、リーチが長いんだよ。ジャブが長いんだよ。いいよ、ナイスナイスナイス押そう押そう押そう、ナイスナイスいけ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 ナイスナイスナイス少しですね、ラッシュを狙って、あの、落ち着いたら回転にポーズ。タバコ、タバコとかないから、試合にないから。あと何分、残り1分5秒。まだあんの、スタミナあるよね。これ3回あるんだぞ。残り1分。そうだね、あの、ちょっとアウトファイト気味だね、チャンピンは。あの、リーチが長いから、射程圏内が長いんだよ。リーチ長いの、ジャブが相当長いから、もう嫌なんだよ。ハル君はインファイト得意だからね。そして行こう、ブレイク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 、待てろ。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。ヒカルくんの方が技術。チャンピオンはやってない。あの、練習してない。5、4、3、2、1、ファイル！手長いからね。いや、ね、あの、ヒカルくんの方が技術的には上だったけどね。これか。ただまあ、練習全くしないであの強さ、ちょっとすごいと思うよ。
才能はチャンピンが一番ある。天性の才能は。練習全くしてないからね。めちゃめちゃ痛いっすね。めちゃめちゃ痛いっすね。あと20秒アドレナリン出ますよね。口だけ万丈さん出ますよね。やりたくなりますよね。4321。光くんうまいね。やっぱハードが高いから。次は光バーサスドレさんかな。次はそうだね、光バーサスドレさんだね。3分で3分。テレジャンビー俺俺が対戦相手。地震来た？マジで？こっちはこうだった。大丈夫？いきますよ。わかった。ナイスナイスナイス。ハル君はフォームがガードが硬いから。もらっても大丈夫。フットワーク軽いし。運動神経いいんだよ、ヒカル君。飲み込みが異常に早い。東京揺れた？気づかなかった。ナイス。いや、平常する。本番ヘッドギアなし。ナイスナイス。ナイス。ナイスナイス。前です。ねえ、チャンピンね、練習したら強いだろうね。チャンピオン喧嘩スタイルでいくって。上下で。上、上出した。風船ありがとう。あ、風船誰か数合わせしてくれると嬉しいっす。ナイス。風船もったいないから誰か余ってる人いたら数合わせして。風船の数、もったいないんで数合わせてください。あと何秒？懐入るときはしっかりと。はい。ボディねじ込む。2分じゃないですか。でボディねじ込んだら下がりギアにローってボディ打った後上からバッ下がると合わせる。風船ありがとう。あ、ありがとう。バガありがとう。ナイス。残り半分。風船ありがとう。アイテムありがとう。アイテムありがとう。ナイス。頑張れ。残り1分。頑張れ、ヒカル君。ガード、ガード。ナイス。その後で。頑張れ。ハンパーです。頑張れ。アイテムありがとう。あとアイス。あ、ステーキの数も、ステーキの数も合わせてください。ステーキと花火の数も合わせてください。残りラスト30秒。ステーキ、あと10個ぐらいください。いいよ。上から、遅。ちゃんまんね、マイクパフォーマーで出る。頑張れ、押してナイスです。まだ半分、ロー、サウンド。残り10秒。9、8、7、6。花火ありがとう。最後出そう、4。8ありがとう。3、2、ナイス、1、0、OK。ありがとうございます。まあ、こんな感じの練習を普段やってますね。練習は普段こんな感じで。あと誰かやってたっけな。まあ、あとはミッド打ちとかだよね。そこは面白くないと思うから。スパーリングが多分リスナーさんが一番見たいところでしょ。スパーリング、これはもう、あとないよな。もう解散空気だもんな。うん。あとはまあ、YouTube ね。俺の YouTube に、これがおー！ペニーさんありがとう！素敵！ペニーさんなんか評判良かったっすよ、放送。ペニーさんお疲れ様です。素敵ありがとう、ペニーさん。もしね、続きを見てくれる方は、YouTube、これ登録しといてください。いろんな動画上げてるんで、YouTube の方にね。
なんつうの、放送で見逃した部分、他の部分が見たいっていう人は、この動画に全部いろんな試合があるんで、こういうね。これは金梅さんが出てるから、こっちの動画の方は。金梅さんのやつも見応えあるよ、やっぱり。すごい。はい。まずは休憩です。ドレさんは身長185ぐらいかな。ドレさん多分85ぐらいかな。90はないと思う。はい、ワダツーユーちゃん。ワダツー。ペニーさんね、今度見に行くわ、俺。ワク。もし東京の人だったらコラボとかぜひやってみましょう。よろしくお願いします。本番楽しみですね。手頃本番どうなるかな。風船ありがとう。あとはどっかのタイミングで切り込んでいかないと、もう出世一本になるぞ。はい。ああいうのが入っちゃうと、もう三発で切っちゃう。はい。カットね。あ、ごめんなさい。ちっちゃい。あ、180か、ドルさんは。ありがとう、西田さん、解説。うまいよな、こういうの。うまい、コンビネーション早え、コンパクトで。これいいよね。こう、ブラインドで前でこう突っ込んでいくのいいね。これは、今度使ってみよう。あれ？ちょっとごめん。アラームが鳴ったの。ちょっとごめんね。携帯のアラームが鳴ったから、アラーム切るわ。ごめんごめん。よいしょ。はい、すいません。もう、いっすいっす。はい、ただいま。よし、行こう。見応えあるよな。うまいよな。わざわざ体入れ替えない。クリンチだ、そういう時は。これはね、ムエタイのルールだね、本番は。これはキックのルールでやってるけど、肘と膝があるね。これいいっすよね。うまいよね。いろんな多彩な技持ってるから、達彦さん。やり慣れてるから。技のパターンがすごい。コンビネーションも多彩なんだよ。うまいの。チャンス！チャンス！3球がすごい。試合3分3ラウンドですね。3分3ラウンド。残り30秒。お二人とも作れ。30秒。もういい、打たれてもいいから、行け。ワト行け。行け、行け、行け、行け。行け、行け、行け、行け。風船ありがとう。はい、皆さんありがとうございます。まあ、こんな感じです。こんな感じです。練習はまたね、日曜日練習して、今度便所太郎さんが来るから楽しみにしててください。試合はこんな感じです。面白いでしょ？なかなか。素人なりに頑張ってるでしょ？みんな未経験だけどさ、試合盛り上げようって頑張ってるから、楽しみにしてて。みんなが楽しめるように頑張るから、俺ら。はい、ワコマンチョ、いらっしゃい。いらっしゃい。よいしょ。あー、緊張するなー。緊張するなー。そうだね。ほんとほんと、リスナーさんも、いろんな人が支援してくれてるし、いろんながね、やっぱ、各、グローブ支援してくれたりとか、ユニフォーム支援してくれたりとか、各それぞれ盛り上がってるよ。あいつは絶対負けんなよとか。俺のユニフォームちなみにこれ、リスナーさんからの支援で。
これが試合のユニフォームです。これね結構かっこいいでしょ。長袖の上着を買っていただいたんで、下はまだ買ってない。トランクスと試合は香川さんは来ますよ。セコンドで来ます。アリさんありがとう。楽しみだね。どうなるのかね。試合当日、勝ちます。頑張ります。ちゃんまんね、捨て頃マイクパフォーマンスで出るって言って、今朝、弁当太郎さんに電話してくれて、みんなで、おーっつって、1300人のリスナーが湧いてたよ。ちゃんまん来るのかーっつって。バンテージ持ってますね、僕。バンテージは黒のバンテージも持ってるんで。できればね、もし、ユニフォーム支援してくれる方、LINE か DM ください。LINE か DM ください。これの下のやつとかトランクス買いたいんで、もし、ユニフォーム支援してくれる方がいたら、ぜひお願いします。これかっこいいよね。うん、ぜひ、お待ちしてます。ユニフォーム支援してくれる方は。俺ね、身長が今、170かな？身長は。171とか、170とか。で、体重を100キロにしようと思って、今回の試合で。83キロ、82キロか3キロまで増やしたんだけど、今度動けなくなっちゃったから、今減量してて、2週間で6キロ落としたから、76キロぐらい。今。76キロぐらいですね。ユニフォーム、これはね、伸縮性のスパッツっていうのかな。スポーツウェアっぽい、あるじゃん。汗を吸収しやすい。こう、伸び縮みするやつで。今着てみようか。伸縮性のある、なんつんだろう。スパッツっていうのかな。なんて言うんだろう、こういう素材。スポーツウェアにある。ちょっと着てくるね。ちょっと着てきます。ラッシュって言うんだ、こういうの。こういう感じかな。うん。俺は、こんな感じで出ます。目立つでしょ。これすごい目立つよね。どうよ、これ。つって。俺のユニフォーム。俺のユニフォームはこれです。リングですごい派手に戦いたいから。これで戦います。サッカーのユニフォームとはちょっと違うかな、素材が。なんつうんだろう、ゴムつが、なんか、ウェットスーツの薄いやつみたいな。よいしょ。うん。背中のデザインもかっこよくて、これ気に入ってるんだよね。うん、佐野さんは観客だとか言ってる。なんか話が2点3点してる。薬物検査とかない。ベンゾさんが言ってたよ。ドーピング過多。ジャックハンマーみたいにドーピングしてきていいよ。ステロイドでも何でもいいよ。つってそう。だから俺が勝つにはステロイドが必要だ。つって。だから俺は楽屋でさ、こうやって、ブスッ、ギャーッ、つって、うん。すごい、すごいマッスルで出てくるから、うん。あいつドーピングしてるっていう。ドーピングは許可されてますんで。ベンゾさんに。レッドブル5本ぐらい飲んで出ます。レッドブル5本。そうだね、ゴバーっつってね。ダイヤモンドみたいになるんでしょ。覚醒剤。うん。ね、楽しみだよね。どうなるのか。ねえ、好評だったよ、ペニーさんの枠。いや、面白かったよ、つって。うん。なんか、いろんな人が、ペニーさんの枠面白かった、つって。おいえ、ゴンタ缶ビールありがとう。これ、缶ビールもお金になるのかな？缶ビール余ってる人いる？もしさ、缶ビール余ってる人いたら、ちょっと一発くんない？今ね、
ちょっとお金になるのかどうか見てみたいから、缶ビール余ってる人一発でいいからちょっとちょうだい。541。松が541だから。缶ビール余ってたらください。あ、なるっぽいな。あ、なったなった。541だから。ありがとう。10円になるんだ。缶ビールは10円だ。ありがてえ。ありがとう。野菜串ありがとう。ゴンタ、野菜串ありがとう。みかん、お帰り。いや、楽しみだね。楽しみだね。すげえ楽しみだよ。ワクワクするよ。最高だよ。もうあと20分でちょっと終わりにします、僕は。あと20分で終わりにします。今日はね、ちゃんまんが捨て頃に参加するっていうことで告知をさせていただきました。あとね、YouTube に動画が残ってるんで、チャンネル登録よろしくお願いします。練習の風景があるんで。うん。アイテムたくさんありがとうね、みんな。みんな、アイテムたくさんありがとう、本当に。チャンピンはね、練習しないって。うん。最初から和道に練習なんか必要ねえっつって。うん。あんな弱っちいの、ハエが止まるパンチなんか、俺が、練習しなくても勝てるよってずーっと言ってる。そう。だから悔しいからずっと俺は一人で練習してるの。うん。そしたら、ドルさんも教えてくれるとか、達彦さんも教えてくれるって、みんないろんな人が集まってきてくれて、あ、経験者の人が。で、俺を強くしてくれたの。数合わせの風船はもう大丈夫だよ。風船は数合ってるよ。ハート10個ありがとう。アイテムたくさんありがとう、みんな。ありがとう。だから練習を全くしないテルチャンピン、要は才能だけで戦うテルチャンピンと、一番才能がない俺が戦うっていうね。そうそうそう。負けたら情けないよ。全員そうだと思うよ。全員情けない思いするから、勝てばで何でもいいんですよ。勝てば勝ちだから。勝ったやつが正論だから。この世界は。まあ、ウサギと亀の構図だよね。俺は亀ですよ。いやー、頑張ります。頑張ります。本当に。悔いのない試合をしますよ。俺のデンプシーロールが。デンプシーロール出すから。俺が万字の軌道を描いたらマックの打ちってやってよ、試合会場で。俺これやるから。マックの打ちマックの打ちってやってよ。俺デンプシーロール描くから。オッケーオッケー、天皇陛下ありがとう。頑張る頑張る、うん。でもデンプシーロール出したらさ、試合会場では湧く気がする俺、うん。知らない？ダルタニアン。初めの一歩、デンプシーロールとか、幕の内とかデンプシーロールで検索してみて、YouTube で。そしたら元ネタがわかるから。技があるの。こう。有名な、初めの一歩っていう漫画で、主人公が使うデンプシーロールって技があって、こうやって、頭をウィービングで振っていって、で、左右の服の連打をするの、こうやって。結構有名な技だよ。うん。そうそう、一歩一歩。入場曲決まったよ、もう提出してる。俺、身長低い女の子好きですね。でも別に、身長高い低いとか全然、あれだけど。デンプシーロール知ってる？そう。デンプシーロールが、こうやって、一歩がこうやってやると、観客が、マックの内、マックの内っていうの。そう。で、歓声が上がりながら、その歓声に合わせて、バンバン、こう、だんだん連打していく。バン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 って。そう。俺はデンプシーロールを出すから、絶対。おい、青山見てるか？
デンプシーロール対策しとけよ。おう、竹本いらっしゃい。これ本人かな、うん、これ本人かな、うん、竹本本人。竹本来ないのかな試合。そうそう、初めの一歩みたいな。やっちゃおう。お疲れ様です、ひいせさん。お疲れ様。お疲れっす。お疲れ様です。あー、身長高いのコンプレックス。でもね、身長高いのが好きな人もいるから、全然コンプレックスじゃなくて、生かした方がいいと思うよ。身長低くてコンプレックスでも、高くてコンプレックスでも、普通でコンプレックスでも意味ないじゃん。ね、せっかくモデルみたいな体型なんだから。これね、試合着。リスナーさんからの支援なの。これ試合用のウェアですね。試合用のウェア。うん、3番ね、うん、来るみたいよ、捨て頃。もう大興奮。頑張ります。ケン・ルッカスさん、ありがとう。ありがとう。みんな応援よろしくお願いします。僕も試合楽しみにしてるんで。いやー、コンプレックスはね、俺もね、口呼吸しかできないとか、発音が下手とかさ、自分の声が嫌いとか、寄り目とか、ハゲとか、いろんなコンプレックスあったけど、まあ、しょうがないよ。こういう風に生まれてるんだから。うん、自分のこと愛してあげるのが一番いい。だって変えられないんだもん。ノコギリで足切るわけにいかないでしょ。ねえ、高いもんは高いんだよ。うん、そう。直せないものは受け入れてこうよ。試合頑張るよ。うん。来るって今朝はおっしゃってましたよ。うん。左のボディーブローはまだマスターしてないどころが、フックがまだ打ててない。だからフックの、チャンマンにもドレさんにも左フックを覚えろって言われてて。まず普通のフック自体が打ててないの。うん。だから、フックを覚えないとね。もう一度試合しないよ。試合内容は変わらないよ。ヘッドギアは本番はつけないです。本番ヘッドギアなしです。ただね、その代わりグローブが16オンスだから。うん、あれですね。16オンスです。うん、交通費はどうなんだろうね。わかんない、その辺は。昇竜拳は出せない。昇竜拳は難しいでしょう。昇竜拳は出ないよ。おー、達彦さん、ワドツでーす。どうもどうも。さっきのピンクのグローブで、捨て頃のリザーバー、この人です。達彦さんですね。達彦さんがリザーバーなんです。皆さん、もしよかったら配信者なんでフォローしてください。達彦さんも。うん、竹本、偽物だった。うん。竹本、全然仲いいかんね、俺。LINE も交換してるから、うん、本人だったら普通に電話かけてくると思うよ。いや、俺だって、プロモーターじゃないから、俺には選手選ぶ権限ないもん。うん。16で KO はかなり難しいよね。プロでも難しいレベルだから。まあ、KO はないだろうね。うん。俺は狙いに行くけど、もちろん KO を狙いに行くけど、なかなか難しいと思うよ。今回の試合で KO は。プロモーターは便所太郎さんです。踊る便所太郎さんの企画なんで。プロモーション、僕はただの選手なんで、ね。まあ、ポスターセンターで嬉しいよね。ポスターセンターに堂々とありがたいですね。便所太郎さん、一番でっかく映ってる便所太郎さんっていう方のイベントなんで、便所太郎フェスボリューム1って書いてあるでしょ。プロモーターの、まあ、選手のどうのこうのっていうのは俺が決めることじゃない。調子どうだろうね。今日走ろうかな、この後。体絞りましたね、だいぶ。お腹が出なくなった。ね、ボディースーツ着ても腹ボーンって出てたけど。まあ、もうちょい絞って終わりかな。うん。あとは体調。もう本当にコンビネーションでスパスパス。打てるようにして。うん。もうちょい絞って終わりですね、僕は。うん。
サドミさんも出るよ。サドミさんも出る出る。女相撲で出るね。うん。いや、もうね、今からは無理だよ。もうプロモーターも全部告知も終わってるから。もう今から選手誰を出せっていうのは無理。うん。もう無理。ボリューム2来年やるかもって言ってたよ。ただ、わかんないって言ってた。俺が続けるかどうか今回次第だって。ぐだる可能性もあるって言ってたから。ただ来年もやりたいねとは言ってたね。今回、まず終わらせること。成功させることですよ。成功させること。そっからでしょ。ボリューム2の話は。俺だって呼ばれるかどうかわかんないし。さとみちゃんの対戦相手はね、体重160キロぐらいあるビッグバンガールズキティっていう人。160キロの女の人と。テレビの放送ないです、ないです。ただね、雑誌には載りましたよ。これには載ったね。メンズナックルズっていうのには載った。うん、これに載ってた、うん。雑誌に名前載ったの初めてだから嬉しいよ。うん、あと、スパに載るって言ってたかな。うん、試合はね、新木場ファーストリング6月10日ですね、ルイさん。新木場ファーストリングです。水拳。ガチな試合、まあ、うん、まあ全員ガチだよ、やっぱりシェレン、うん。みんな頑張ってるよ。まあ少なくとも俺の試合はガチガチだから、うん、まあ期待してていいよ。おー、バタフライテール、仕事お疲れ。うん、過労死すんなよ。160キロすごいよね、女の子でね。結構テレビとかに出るタレントさんなんだよね。大食いで、大食いで有名な人らしいよ、ビッグバンガールズキティ。うん、期待してて、うん。スタミナがそうだね。もう今日もこれから40分ぐらい走り込んでくるよ。放送はしないけど。山本選手は無理無理無理。ただ10キロ、8キロから10キロぐらい。今からランニング行くよ。プライベートで。放送はしないけど。ジョギング行ってくる。汗流してくるよ、これから。もう時間ないからさ。一緒にね、誰か走ってくれる人がいたら面白いんだけど。まあ、こっから孤独だよ。だって走ってるところを見せてもさ、面白くないでしょ。辛いよ、一人で走んの。すげえ嫌だよ。すげえ辛い。なんかもう何やってんだろうとか、苦しいとか、もうほんと萎える。でもね、それが一番強くなるんだよね。苦しくて地味で面白くない作業が一番強くなるんだよね。短距離もダッシュも入れてますよ。ダッシュも入れてます。足痛いっすよ。うん。もう走りが全てだよね、基礎体力が。なんだかんだ。セックスしまくってるんだよね。うん、そうっすね、ダッシュは、うん、入れてます、入れてます。うん。だから太ももが筋肉痛？まあ汗かいてきますよ、これから。サウナスーツ着てね。暑い暑い中。涼しくなってから走ろうって言って。その前に雑談するわ、つってさ。いや、しょうがないよ。強くなれないもん。お腹かわいい？お腹ね、これでもだいぶ引っ込んだんだけどね。もうちょっと引っ込ませないとね。風船ありがとう、ヒカルさん。風船ありがとう。また数がずれちゃったね。一個だとお金にならないんだよね。十個単位で誰か数合わせてくれると嬉しいです。余ってる人いたら。一個とかね、お金にならないんだよ。運営さんに貢ぐだけになっちゃう。ありがとう、ヒカルさん。野菜串ありがとう、こんばんは。残り5分だけど楽しんでって。
松松江マジで、うん、風船10個ありがとう、ヒカルさん、うん、ありがとう。風船9個ありがとう。みんなありがとう、アイテムたくさん頑張ります。あ、気持ちよく汗流してサウナ入ってまた汗かいてでぐっすり寝るって感じだね、うん、ぐっすり。そらまめさんありがとう、アイテム。まあね、残りもうあと何日しかないんだろう。3週間切ったよね。1,2,3,4,5,6,7,8 だから18日、2週間とちょっとだ。2週間とちょっとでもう大会だよ。気合い入れてかないと。アッキーさんこんばんは。風船4、風船ありがとう。ご飯食いまくってる。もう糖質は切れてないから大丈夫だよ。絞りまくってる体を。風船ありがとう、みんな。アイテムありがとう。ありがとね、みんな。そう。あとは、もう最高のパフォーマンス。当日に体を仕上げるだけだから。うん。もう、スパーリングとか。ジーパンも買わないとね。そうだね。忘れてた。ゆでたものありがとう。思い出したよ。みんなアイテムありがとう。みんなありがとう。うん。みんなありがとね、アイテム。もう、こっからはあと体調バッチリ。本番当日に動ける体作るっていう。おー、サブちゃんいらっしゃい。ワド2。今日ね、2時ぐらいの放送で、ベンジョ太郎さんに電話してたよ。出るっていうか、なんか客で来るって感じかな。いや、風船ありがとう。お客さんで見に行くっつって。で、マイクパフォーマンスもしてあげるよって言ってた。みんなありがとう。楽しみだね。放送すごいことになるんじゃないの、これ。いろんな人が来るから。もしよかったらみんなフォローしてください。よろしくお願いします。初見さんありがとう。いらっしゃい。体調気をつけないとね。本番調子良ければいいわけだから、本番調子悪かったら練習の意味ねえかんな。でもあるらしいよ。本番マックスに仕上げてくる人もいれば、本番 60% ぐらいの人もいるんだって。下痢しちゃったりとか、緊張で。ほんといろいろだってよ。でもね、俺分かった。ウォーミングアップで汗ひたすらかかないと、ピッチが上がらないっていうのはよく分かった。生放送は、ベンジョ太郎さんのツイキャスです。エピキュリアンさん、頑張ります。フォローよろしくお願いします。それじゃあ皆さんお疲れ様です。アイテムたくさんありがとうございました。合計閲覧、6484人。今、現在アクティブ、生放送同時閲覧が256名でした。今日は2017年5月の23日の放送。今現在、夕方の18時55分です。ありがとうございました。お疲れ様。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前、バッドボタン押してんねん、もう。